はい、三輪車のみしょです。藤山子です。レッドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2023年1月31日雑談第436回が始まりました。始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時から YouTube 三輪車チャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。ありがとうございます。1月最後でございます。最後の日、いかがお過ごしでしょうか。いやー、早いもんで。そうだね、31は経ってないかな。さすがにね、経ってないかな、経ってないよな。さすがにそれは嘘。まあ国がそう言うんだからしょうがないわ。俺らの中では全然まだ15。世界がそう言うのさ。いや、分かる。15日ぐらいしか経ってない気がする。15は言い過ぎじゃない。いや本当、感覚的にはそんぐらいだね。言ってるか。15ぐらい。20。最初お前15って言ったのに。そうね。なんでちょっと伸ばした。なんだかんだ15日ぐらいかな。本当に？でも全然なんかまだ年始気分だね。年始気分まだ。それで年始だって、お前年始気分ねえっつってたぞお前。そうだよ。10日ぐらいの雑談。本当の年始の時は年始気分じゃねえのに。なんで今年始来ちゃってんだよ。どうにかどうにか日が経ってないことにできないかなと思って。すぐ覆ったな。まあでもこの1月はフル使ってなんかぼちぼちやってくかぐらいでいいよね。いやまあそうですね。気持ちとしてはね。本当にそうですね。助走ですよ。ここは。でこれが2月なわけで、はい、もう大変だね2月。大変だね。なんかいろいろあるのか。大変だね。うわー。あるだろう多分。誰だ？誕生日なの誰だ？誕生日でいいんだよ。誰だ？いやおいおいおい、俺なんてまだ誕生日気分なのにさ。いやおい、それは嘘だろ。まだ抜けてねえ。まだ誕生日気分かよ。誕生日気分なのにもう、もう他の人の誕生日なのっていう。もうめでてえやろうだな。もうちょい鉄道さんでさ、余韻おめでとうおめでとう、まだもらえるのに。だってもう明けましておめでとうが来てんだからさ。いいだろもう。そうか、来るか。まあ2月も28日までしかねえからな。確かにな。またあっという間なんだろうな。でもあれか、雑談が上がる時にはもう誕生日を終わってるね。終わってるのか、だからみんな気づかないんじゃねえかな。あれ、あ、そうだったんだって。じゃあそうか、なんかいろいろ報告すんのもちょっと経ってからだな。10日気になるのかな。動画じゃあ動画的にはね。そうかそうか、うん、ちょっと先になるかな。もうみんな忘れてる時だ。忘れてるよねもうね。10日だったらさすがにもう別にねえ、うぜえぐらいじゃない。いいいい、もういいっていう。やだねやですね。難しいよねそういうのね。ちょっと難しいですね。なんかあれあんの予定、こうしようみたいな。あ、いや今のところは特には。まあのんびりしようかみたいな。奥さんが何かざわついてる、そわそわしてるみたいな。あ、でもね、その気配はまるでないね今のところ。まるでないんだ。まるでない。だからうまいかもしれない逆に。あ、隠してる系だ。うん、うん、どっか探してみろよ、うん、タンスの中とかな。タンスの中とかめちゃくちゃ怒るとこあるといいか。なんでそこ見るのみたいなね。ダメ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 ってなるよ。わかんない、そういうの全然ないですね今んとこ。なるほどなるほど。まあじゃあ何が起こるかわからないんだねまだね。そうだね、何が起こるかわからない。楽しみでございますよ。何もでも言われてないなら別に予定入れてもいいか。そうだね、一応。じゃあ動画撮ろうぜ。一応開けといてもらっていいですかね。なんかゲームしよう。いや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 。しようよ。いや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 、やんない昼から。いやいやいや、絶対やだ。絶対やだ昼からやんの。いやいや、予定ないのに。絶対やだよ。あ、そう、ちょっとまだ分かんないから。ちょっと今はまだ予定入れてもない。今分かんなかったらもう。でもこれで開けといてくれとか言わないだったらさ、いやしょうがないよね。いいじゃねえかな。他に予定入っちゃっても、まあ、俺の誕生日なんでね、ちょっと一応開けとこうかなっていう思いはあるんですよね。そう、まあなかったらなかったでいいんですけど。なるほどね。まあのんびりのんびりしましょうで。まあまあ、のんびりが一番いいよな、基本的にはね。そうですね。そうですか。まあまあまあ、そんな1月最後ですけど、どうでした、今週何か。ああ、目立ったことありましたか。
これは本当に言っていいものか言うべきか。やめ、じゃあやめるか。あーそうか、やめとくか。うん、いやでもね迷ってるんですよ。ちょっとだけどういう系か教えて、その犯罪系とか。ね、犯罪系は多分ここじゃ喋らない。あ本当？喋らないと思うんですけど。じゃあ大丈夫か。うん。いやでももう、でもある意味犯罪。おい危ねえな。犯罪なのかな。おい。もう犯罪級かもしれない。犯罪級？でもそれもちょっとよく分かってない部分で。お。いやこれはなんだって俺は今思っていることで、でもこれは言った方がいいのか言わない方がいいのか迷ってると思うんですけど、なるほど。でも俺はちょっと変だなと思うから言おうかなと思うのね。あ、そう。なるほど。なんかうちに荷物が届いたんです。おう。まあ袋状な感じで来たのかな。あ、袋。ちょっと待って。え？袋状な感じで最初来て、うん、で、あれと思って、で送ってきた人の名前見ると、うん、ちょっと知ってる人なんですよ。待って、うん、で、うん、なんだと思って開けてみたら、うん、白い箱が入ってるんですよ。あ、うん、白い箱？うん。白い箱が入って、待って。あ、俺大丈夫だな。どうなってる。よし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 。これはどうなってる？続け。ドンピシャ続け。違うぞ。と思って、でも、うん、よくわかんないからちょっと開けずに、うんうん、もう一回その伝票の部分を見てみたの。はいはいはい、はい、あいつ何送ってきたんだろうと思って。あいつ、あ、俺らじゃねえ可能性もあるとか。そうだね。で見たらその商品名のところに、うん、トロフィーって書いてあるんですよ。クソ野郎。おい、何が大丈夫だ、てめえじゃねえかバカ。クソ野郎。お前何百回やってんだ同じこと。あの店は雑魚だ。日本語わかれねえのか。怖え、俺じゃなかった。おい、何やってんの。指定もできねえのか、あの店はよ。そう、なんか分かんなくて俺も。そうだね、確かにこれは分かんないね。そうだ、ちょっとある意味犯罪って言ったのは、でもこれ何なんだろうと思って、わざとやってんのかみたいな。わざとなのかな。え、どういうことなんだろうと思って。一回やったら面白いだろうってこと。そうだから、あえてなのか。あ、確かにね。そう、あえてな可能性あるじゃん。え、同じミスするのってもうだってダメじゃん、ね、それはもう。そうだから、ちょっと一回さ、うん、あの LINE で確認するね。ええ、その2人にちょっとこれ確認してほしい。じゃあ、はい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 、確認するって何。確認、まあまあまあ、見てよ見てよ。だってさっきなんか、うんうん、いや俺じゃねえとか言ってたじゃん。うん、何を確認したの。あ、どんな名前があって。おー、名前があって。あ、お届けご希望日。お届けご希望日、はい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 、2月2日午前中。午前中。あ、その伝票には、うん、指定日なしって書いてありましたよ。おい、なんだ。別にペイさん希望してるだけだからな。あ、なるほど、希望は通らんのか。うん、希望してるだけじゃダメだよね、多分ね。あ、ちゃんと指定しないと。そうか、今までさ、他のとこだと、うん、希望が通ってたのよ。奇跡的に。今までは。なるほどね。いや、それは通らないことはさ、去年分かったでしょ。去年分かった。いや違う、去年分かったのは、うんうん、まあ自分のミスもあった可能性あるもんね。その指定日を指定せずさ、いやっちゃってたみたいな。あ、ないんだ。あ、ないんだ。その可能性すらなかったんだ。だから向こうのミスなのよ。100ね。100、はいはい、向こうのミス100で、うん、さすがに次はないだろうって。ああ、なるほど、ね、じゃあ甘えたってことね。それはムーブで、だってさ、ムーブとしては甘えたムーブ取ったってこと、うん、なんか前回と違ったのは、うん、中に金額を書いたものを入れませんみたいなチェックが追加されてたの。はい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 。ってことはギフトじゃん、もう。あ、なるほどね。あ、まあまあ、ギフト用、うん、贈呈用だなっていうことだね。うん、うん、
まあそういうサイトで買ってるからもうまず始まりがそうなんだけど、まあ確かにね。えで商品名はさすがに大丈夫？商品名さすがにってどういうこと？商品名 俺の時はさ、なんか書いてあったじゃん、あなんとか祭みたいな、その書いてある、あ、うん、大丈夫でしたよ多分。そこはない、間違ってないと思いますね。間違ってない、うん、間違ってないんじゃない。あ、これ読んでいいんですか？あ、書いてあるんだ。書いてあるの？うん、書いてあったよ。もう開ける前に書いてあったな。あ、ほんと？あ、じゃあ同じだな。うん、うん、書いてあって、あ誕生章みたいな、誕生章みたいな書いてある。なるほどね、書いてあった。いやもう今回に関してはもう中身もじゃあ知ってるんだ。あ、そうだね、中身も知ってるし、なんて書いてあるかも分かるし、分かるし、そうだね。もうこの箱、あ、じゃあトロフィーもう一気に結びついて、あ、これはそれかみたいな、ね、送り主ぺちゃんこ、うん、中身トロフィーでもう誕生って書いてあったから、あと思って、これ記事にも書いてあるわけだし、多分ね、これあれだ、俺と同じじゃん。え、うん、だって、すごいね。すごいよ。だってすごいよ、その、うん、お届けしましたよみたいな、うん、メールが来てんのよ。はい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 。俺ちゃんにね。あ、届いてるんだ、届けたよっていうのは。いや違う違う、送りましたよって。うん、ああ、無事送ったぜっていう。そう、すげえおしゃれにね書いてくれてるの、うん、ちょっとすごいよ。俺なんてだってお祝いコンシェルジュから来てるからね。あ、本当だ、送ったぞってギフト。あ、だからあのね、それはご利用いただきありがとうございます。お客様の大切なギフトの発送手配が完了しました。そう、へえ。で多分次の人届いてる。ああそうだね、発送手配ってことも、だから仕事が早いってことだね。仕事が早いんだね。マジで早いね。完了したらすぐ送る。そうだね。あ、そうなんだ。あー、そうなんだ。なんか、なんとも言えないけど。なるほどなるほど、すげえな。まあ狙ってたわけじゃないんだね、結局。全然狙ってないよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。でもさっきの始まりの、うん、言っていいのかなっていうところで、うん、ちょっと心臓がキュッとなったけど、あ、そのことなのかみたいな。一度あったからね、ひょっとしたら、ね、一度その始まりを、うん、まあ去年の12月のあの日だよね。違う人から聞いてるから。そうだよね。いやでも、うん、まさか今回、いやー、まあでもこれはペイさんがちょっとやっぱちょっと甘いムーブだったとしか。いや、前回は、前回はね、どういう感じにしますかっていうのを書いた後に、はいはいはい、名前と商品のその、あの書くところ、第何回何々賞みたいな、うんうん、書くのはどうされますかっていうのが次の日来たの、なぜか。おうおうおうおお、ほう、え、俺書いたじゃんと思いながら、うん、もう一回これでお願いします、うん、で分かりましたつって次の日に送ってんのよ。え、なん、メール届いて、なんだ、見てないのか。で、うん、次はそれ来なかったの。うんうんうん。だから、あ、よかったよかった、多分あの流れで変な感じになって、うん、次の日行っちゃったんだなみたいな。なるほどね。だって時間指定の希望日書いてあるんだもん、午前中まで。希望が今回は取んなかったけどね。うん、まあまあいいですけど、届いたんだな。そうだな、まあ届いて、ね、まあ驚いたね、まあ、うん、でまあ気持ちが、うん、まあそうだね、早く伝わってくれたのは嬉しいよ。まあ早かったね、これ。ああ、そうか、届いたのいつだ、おととい。おととい、いやだっ、おととい、おととい届いた、おとといぐらいじゃなかったかな。早めだね、でもやっぱり、ね、昨日かおとといか。だってその日に送らないともう2月2日には送れませんって出てたの。うん、ああ期限があるからね、もう10日前ぐらいに。はい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 、やばーと思って、うんうん、じゃあもうこれもう今やっても最短でも1日って書いてあったから、うんうんうん、やばー、じゃあ今日逃したらもうやべーわと思って、うんうん、慌てて送ったの。そしたらめっちゃ仕事早かった。めっちゃ早かった、もう慌ててきたよ。あー、なるほどね。まあそのおいおいおい、すげーな。送るサイトちょっとピシャッと見てるけどさ、ああ、まあそのいろんなもののところに即日発送、翌営業日出荷とか、そうだね、しっかり書いてあるね。うん、推しなんだな。ああ、
だからやっぱ売りなんだね、すごい速さで送るっていうのが。うん、はい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 。でもね、そのサイト見てくれれば、うん、もう完全にそのお祝い用のだっていうのは分かってくれたでしょ。ほんとだね。いいとこを見つけたんだ俺。いやもう見てるといいな。今現在出荷の遅れはありませんってもう出荷の遅れはないよ。遅れはないね。遅れない、うん、全くぴったり早めに届ける。ぴったりだね翌日。へえ。いやーいいね。あそう、またやってるね。まあでもちょっと思ってんのは、うん、まあ鉄塔さんは分かる、実際実物分かると思うけど、うん、おそらく会社とかで手渡しで渡すもんなんだろうなって思ってんの俺は。まあでもそうだね。あそう確かに確かに。なんとか賞って掘ってあげてこれ、うん、例えばなんかゴルフコンペで、そうそうおめでとうございますってそこで手渡しで渡すっていうのを想定してんのかなって思ってる。うんうんうん、普通に送るものではないというか、ね、うん、そうそう、そのまま配達で送るもんではないのかなって、うんうん、まあ、それはあると思う、ね、そうちょっと思ってる、うん、だから早ければ早いに越したことはないっていう考え方。あいやでもまあ希望出してっかな、だから商品名に書いちゃうのはしょうがないと思うの。あそこはね、そうあまあそこは書いちゃってもまあ配達でそのまま送るとは思ってねえのかみたいな感じで、うん、そうね、さそれ以外のその気が早いのはちょっとびっくりしてるね。いやそうですね、俺もびっくりしたけどね、うん、わあまただと思って。でもそれだけ届いたのは。あそれだけですよ。あまだあるから大丈夫だよ。うん、まあだろうなとは思いましたけど前回の流れ的にはね、それはそうだ、ね、うん、だろうなとは思いましたけど、うん、よかったよかった。うん、あびっくりした、うん、俺だったわ。ね、でも鉄塔さんもちょっとそわそわしてたな。いや俺確認したよ、だからその履歴ええってそう、うん、大丈夫だった。あそう、うん、ああお出れたわっていうことがありました。汗かいた。なるほどね、うん、まあ、これ私はちょっと犯罪、犯罪犯罪級だね。近いでしょ、匂いはするね。え犯罪逮捕されてもしょうがない。いやいい、びっくりしました。いやだからそうだね、こんなまさか短時間で2回も俺にサプライズが来るとは思わなかったよそうだね、これは本当にサプライズだからな。へえ、うん、なかなか面白かったのでちょっとお伝えしました。そうだ、ね、ありがとう。これは確かに早めに伝えておいた。そうだね。本人、そうですね、本人もいいだろう。うん、だ鉄塔さんのがあったからまだその言おうかなとも思えたけど、うん、これがだやっぱ鉄塔さんの立場からしたら結構なもんだろうなと思うわ。あのそうね、初見になってみたら ね、そうなってみたら、いやこれどうするべきなんだろうマジでって、ね、どれがどういう行動を取るのが一番みんなが幸せになれるのか。そう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 、そうだね、難しいですよ、ね、もしかしたら俺も、ね、それわざとやってる可能性もあるから。そう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 、それがマジで分かんなくて、まあ俺は行った方が確実にいいだろうなと思ったから、うん、そうこうしましたけど、ええという感じでございました。まあ、いやじゃあおめでとう。ありがとうございます。一足先にちょっと一足先に俺はおめでとうを言わせてもらうよ、トロフィー。まだちょっと中まではしっかり見てないですけどね。あ嬉しい、うん、見なくても分かっちゃったからさ。なるほどね。でもどんなものかはまだ分かんないんだよね。ああ、その種類が分かんないから。確かになんか違うんですか、あのポーズとかそういう。あー分かんないな、ね、なんかそれ違うかな、ちょっと楽しみにしといてくださいよあじゃあちょっと楽しみにしとこうかな。楽しみにしといてくださいそれは。ね、まあでも一個気をつけてほしいのは、うん、机から落とすと割れるよってちょっと怖いんだよねあんまりその猫ちゃんとか気をつけた方が確かに、うん、かなんかもう箱を用意してくれ、うん、透明の箱、あ透明の箱ね、中にねしっかり入れるようにね。そうそう、うん、はい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 、そうだね、それだけちょっとそうだ ね、猫ちゃんいる、うん、まあ猫ちゃんの仕業はしょうがないけど、うん、気をつけたいと思います。なるほど、いいじゃないですか。びっくりした、あ驚きましたね、ちょっと驚いたねなんかありますか、こんなにまさか、うん、声あるかな。あ他にいやまだ今後どうしようかなっていうのがあるのさ、うん、うん、ま結構前から眠れねえって話してたじゃない。はい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 、うんうん、でまあ眠れるようになったっていう話なんだけど、その眠れないっていう時に、うん、症状で一個あったのが、うん、右目がすごいこうなんか時々ピクピクピクってなっちゃうみたいなのが痙攣、そう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 、あってで眠れるようになってからも結構
ピクピクするタイミングがあるのよ。うん。で、これ何なんだろうなと思って、で、うん、ネットとかで調べてみるとさ、うん、うん。まあ、ストレスだったり、あるいは疲れだったりみたいな、結構いろんな、うん。それは言うよね、ストレスでなるとかっていうのも聞きます。うん、聞きますね。分からん、感じてんのかどうかちょっとまあ分からんけど、うん、ストレスなのかどうなのかって、まあ、ちょっとよく分かんないから調べてても、うん、とりあえず眼科行こうと思って、うん、でこの間眼科行ってきたんだよね、うん、で眼科行ってまあまず初めにやるのはなんか視力検査みたいな、はいはいはい、なんか長い廊下でこうどっちどっちみたいなのを見たりとか、うん、あの緑と赤あので黒の丸が書いててどっちがはっきり見えるみたいなさ、あるね、どう答えればいいのかよく分からない、そう、何が正解か分かんない、うんうん、同じぐらいですかねみたいな、やったあとようやくなんかその先生に見てもらうみたいなね、うん、時間があったんだけど、結局なんか原因は眼科でもよく分かんないみたいな感じで、うん、あー痙攣ってそうなんだ、うん、そうそう、でまあ考えられる理由としてはメガネの度がちょっと合ってないのかもしれないみたいな、うん、あ強い的な、右と左で俺の視力とメガネだと右の方、右目が今ピクピクしてるんだけど、そのピクピクしてる右目の方がメガネの度数がちょっと弱いのかな、あ弱い、逆に弱いのか、うんうん、で目が頑張ろうとしてるみたいな、うん、いう感じで、ひょっとしたらそれでちょっとこう目が疲れちゃうっていうのかもしれないみたいな、でもそのメガネの度のちょっと合わないっていうのもまあ許容範囲内らしいんだけど、あー、うん、なるほど、そうで俺がメガネ変えたタイミングっていうのもそのぐらいだったような気もなんとなくするのよ、ちょっとまだ分かんないんだけど、その実際の原因は、うんうんうん、まあ、前の度と一緒じゃないんだ、そのメガネ前の度と一緒なんだけど、それがだから俺一緒なんですって思ったんだけど、ただメガネってものによってレンズと目の位置ってちょっと変わるんだよね、ああ、ね、そうだね、そうどうしても形状によって、だからレンズの形も形状によってちょっと変わるし、うん、だからそういうのでひょっとしたら関係があるのかなと思って、とりあえず前使ってるメガネに戻して、うん、で今新しく買ったメガネをちょっとうーん度数調べてもらって作り直そうかなと思ってるんだけど、うんうん、まだちょっとね原因はよくわかんないんだけど、まあピクピクしたりしなかったりみたいな感じは続いてて、ほうで、なんかまあ目薬もらっただけで終わっちゃったの、はいはいはい、だからなんか理由ってまあ確かに分かりづらいもんなんだなみたいな感じで、今後だからどう眼鏡を直したら治るのか、あるいは疲れとかが本当に原因だったらなんかちょっとマッサージ行ってみようかなとか、あ、そんなふうにね考えてますわ、なるほどなるほど、でもそうそう、この前さ、うん、俺曇りにくいっていうメガネ、曇りにくいと歌われて結果曇ったやつな、そう、あなんか写真見たね、グイグイに曇っちゃった、まあ そこで あれなんだけど、うん、あれをまあ、普通のメガネを忘れちゃって、はい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 、その日一日中かけてたのよ、うんうんうん、そしたら右目痙攣したんだよね、あなんか多分ボードゲームの動画を撮ってたりしたんだよね確かその日、うんうんうん、そうだね、でその時すごいボードゲーム撮ってる最中にすごい目痙攣して、うん、でなんか目重いなぐらいになってたんだけど、うん、ひょっとするかなかもしんない、そうかもしんないね、そのボードゲームの焦点の合わせ方が、うん、ひょっとしたら合ってないとか、ドアそれ新しく作り直したの、うん、それ一緒、あ前と一緒だったの、そうだから全然意識的には何も変わんないの、はい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 、でもその鉄道さんが言うように何かがもしかしたら違うのかもしれなくて、多分その日一番ずっとかけてたのよ一日中、いつもはその行きとか帰り外に出る時にまあ長くても 1,2 時間ぐらい、うん、とかでかけて、で違う普通に部屋入ったら普通のメガネに変えてとかってやってたんだけど、その日は一日中かけて痙攣したんだよね、でひょっとしたらそれなのかもしれない、ちょっと俺もこれは本当に分かんないんだけど、うん、俺はそうでペイさんは違うって可能性 もちろんあるし、まあ確かにね、まあ人によって違うからね、メガネを忘れたストレスかもしれないしね、いやそれもね、あるそれもひょっとしたらあるかもしれない、今日
今日落ちてきちゃったやだってね、ちょっとね、確かになってたのよ、なってたもんね。そのメガネがめっちゃ曇って、しかも曇りが全然取れてなかったストレスは感じてない。あの時でしょ、ずっと曇ってたけど一度曇ったらストレス感じそうだよな。 あれね、鉄道さんがすげえ言ってくるの、おいおめえまだ曇ってんぞって言われてさ、うん、なんかもう意識しちゃってさ、うん、鼻息もなんかとかなっちゃうし、うん、別に本当にずっと曇って、俺のはもうすぐ速さでさ曇り取れてんのに、うん、おめえまだ曇ってんじゃねえかっつってずっと曇ってた、あれいや恥ずかしいよね。なんなの、いやでもあの後は曇んなくなったよ、やっぱヘッドさんがいたからかもしんないけど。俺がいたから曇ってた、うん、ああそう曇ってたな、なるほどな、うん、そうか。まあでもピクピクするっすよね、たまに。いやあるよね、俺も1ヶ月、まあ、ある、うん、1ヶ月治んなかったことあったもんな。ああ、うん、そうね、まあ、基本的にさ、ね、原因なんてもう いくらでも出てくるじゃん。そうだね、基本四六時中モニター見てるしさ、分、うんうん、かんないし、うん、気づかぬうちに治ってるしっていう感じ、うん、あんまり別に目のマッサージとかリラックスとかもまあしてないから、うんうん、まあ、理由はいくつもありそうだなとは思うから、まあ、ちょっとずつその途中休憩するとか、なんかしっかりそうね、なんかぬくめたりね、いいんだろうなとは思ったな。なるほど、うん、つう感じでした。つう感じ、なるほど、はいはい、ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌です、やっぱピクピクするの嫌だ、嫌だ、嫌なんだよね、気になるよね、ピクピクしてるの、あーピクピクしてる、ちょっと嫌だ。では今週のテーマいきましょう。はい、今週のテーマは梅ミルクティーさんからいただいてます、自分へのご褒美ということで、はい、まあ、仕事テスト、辛いことがあれば、辛いこと終わればあれが待っている、あれを買おうとモチベーション上がる自分のご褒美ありましたよねということで、2人ってなんかそのこれご褒美にしようって思うことあるの？あんまりないんだよね最近は。もう別最近は褒美にはなってない、褒美を与えることないな。ないね、欲しいと思ったらすぐ買っちゃうんだよね。そういうことね。まあでもそれはある。そうそう、めちゃめちゃでかい、そう、うんうん、めちゃめちゃでかい買い物って全然しないからさ、でなんかあんまり欲しいっていう感情も出てこないというか、その、まあ、車をまず乗らないっていうのもあるし、時計が欲しいっていう感情もないからさ。いや、まあ、でもそんな大きなものじゃなくてもいいんだよ全然、うん、日々生きてて、うん、ちょっとこれ楽しみにしようみたいな。ああでも最近そのめちゃくちゃ食べるのは気をつけようと思ってるの、うんうんうん、それででも日曜日だけはちょっと好きなもの行こうかなっていう。あ、いいじゃないですか、ご褒美だ、チートデー的なね。そう、夜、はいはいはい、日曜の夜だけちょっとなんか、うん、そのウーバーイーツとかさ、うん、でちょっとこれ食べたいなとかだったらもうそれ頼んで食べちゃうみたいな、うん、ああいいじゃないですか。のはここ最近ちょっと日曜日だけある。あまあだからそういうことなんじゃない。だからじゃあ1週間に一度なのかな、褒美で。そういう感じでいいなら、うん、やっぱそのなんか編集とかしてて、うん、まあ疲れる時あるじゃないですか、はい、あちょっと疲れてきたなみたいな、うん、そういう時に俺チョコパイ食べてる。おーチョコパイチョコパイ、 チョコパイ、それはもうそれ固定なの、そのチョコパイ固定みたいな。チョコパイがねどうやら好きということに気づいてあのチョコパイかな、名前は分からんけど、あの昔からあるあのチョコパイよ。あのチョコパイ、ちょっと外側が硬いっていうのもあれだけど、うん、あれだよね、あれかな、下の部分がちょっとカリッとしてるような感じかな。ちっちゃいやつ、ちょっとちっちゃめの。そんなに大きくない、そんな大きくないよ。だよね、あちっちゃいサイズのもある、めちゃちっちゃいのもある。あもうチョコパイって調べたら出てくる、あのチョコパイでいいのかな。もうあのチョコパイよ、ロッテのチョコパイね。ロッテのチョコパイ。いやこれは美味しいよ。俺あれさ、うん、うまく食べれないんだよね。え？いやあれが原因なのか分かんないけど、うん、俺喘息持ちなんだけどさ、はいはいはい。あれ食べるとヒューってなるの。えマジ？そう。何があるの？これはだから喘息のせいなのか、うん、俺の体質なのか分かんないけど、うんうん、うまく食べれないの。いやそれ体質じゃない。俺もだってね、あの喘息ヒューヒューする時あるけど、うんうんうん、俺食べてならない。マジ、だから
美味しいと思うんだけどダメなんだよね。なんかあれなのか。いけるかみたいな。そうか。いやでも美味しいよねあれ。確かに美味しい。あれは美味しい。チョコ俺そんな食わない人なんだけど。ああ。うんうん。チョコパイはチョコの中でかなり好きかもね。うん、あと好きなのは多分キットカットとか、あまあアルフォートぐらいか。ドンさんあれは、ね、あの駄菓子屋によく売ってた、あ30円か50円ぐらいのやつ、うん、チョコケーキってやつ。あれ違う。えあのさ長いさ 板っぽいさ。違う違う違う、もう丸ケーキの形しててさ丸いやつ。駄菓子屋チョコパイ、駄菓子屋のじゃないさ、もっとすげえいいの、うん、いいのない。チョコケーキか。いいのいいのやつ。いいのやつあるだろう。いいのやつ。本当のケーキみたいな。俺これ食べないっすね。駄菓子の方。あれなんあれなんつ。あこれ行かない。これ行かないっすね。えあれなんつダメだっけな。何？駄菓子の何？行くのは。えすげえいいのやつがある。言えてないじゃん。いいのやつ。ちゃんと言ってくれよ。なんか上にちょろんちょこんってなんかね、うん、変なチョコの塊じゃないけどなんかの乗ってる。シルベーヌ？シルベーヌかな。シルベーヌ？あシルベーヌだ。シルベこれいいやつ、いいのやつ。あこれはねちょっと言いすぎる。あこのいいのやつこれあったね。これなんかいいことがない限り。いやこれ言いすぎて食べたことないかもしんない。俺あんまりいいとこの家で食べてた。うん確かにこれも美味しい気がする。これはね美味しいです。うん、うん、俺リスカのスーパービッグチョコだなぁと。うん、スーパービッグチョコって多分見れば多分一発で分かる。でけえやつか。あー これね、うん、これ80円くらいする。これ好きですね。あこれな、うん、これだってまあ今はちょっと分かんないけど、うん、昔は お買い得感あったよね。確かあったね。こんなでかくても結構さ30円とかだった気がする。値上がりしちゃってさ。値上がりしたね。今いくらなんだろう。今50円。50円かな。前30円ぐらいだった気がするけどな。ヤオキンなんだ。そうだね。なんか50円ぐらいかもしんない。50円ってさ昔手出せなかったよね駄菓子屋で。あんまり行かなかったね50円はね。5円チョコとか食べてたなよ。あーチョコ5円チョコね。そうだからあんまりチョコ行かないからたまにこう自分に甘いものをじゃないけど、うん、糖分をね、うめえってなるね。そう糖分を取る。なるほどな。感じかな。いやご褒美だよ。伊藤さんなんかあります？ね今はないな。昔それこそアルバイトしてた時とかは、うん、なんか書き終えたら例えば小説とかをさ、うんうん、また応募するとかだけど、うん、書き終えたらココイチでいっぱいトッピングして。しようっていうのをご褒美にしてた。いっぱいトッピング。やっぱ高いじゃん。あのココイチトッピングするとマジで高いからね。ほんと1000円なんて全然超えちゃってさ。2000円超えるよぐらいいっちゃうから。いや鉄道さん確かね一緒にココイチ行った時、うんうん、この人めちゃくちゃトッピングするなと思ったんだよね。あもうご褒美だから3つぐらいトッピングしたら結構いっちゃうもんね。いやいっちゃういっちゃういっちゃう。もうすごいですよ。3つはなかなかいけないな。ものにもよるけどね。うん、うん、それをご褒美にしたけど今はもう全然そんなこともなくなっちゃったからあんまり俺だからご褒美にしてないなって思ってましたな。ご褒美そうだね。それ以外にも別に特に生きてる。いやご褒美したらけいれん治るんじゃないですか。あ自分にね、うん自分に。でもそれで治ったらやっぱストレスですか。だったってことだよ。ストレス確定だよね。確定ストレス。これやだな。ストレスなのがやっぱ一番ああそうだったんだって思う。その見えてない見えないものじゃんねストレスって。ストレスはね。わかんないからな。感じれてもさ、その通り過ぎたの忘れちゃうじゃん。そう忘れちゃう忘れちゃう。これが厄介でねだからね。ストレス感じてるなーってさ、うん、あんま人間思えなくない？その時いやまあある時はあるけどね。イラついてるのとストレス感じてんのって、うん、まあ似たようなものじゃない、うん、あイライラすんなとかっていう、うん、その状況はそうだね。それストレスじゃないかな。多分ストレスだと思うけど、うんうん、そうかなんかいやストレス感じてるわって、うん、なんかあんまりその、うん、思わないけどね。そう、うん
思うことがあんまりない。体に出てきてやっと、ああ、いやでもそれはだから逆にもっと心の声聞いてあげないとダメだと思う。多分そうね。むずむずいね。ちゃんと俺大丈夫かってトントン自分と向き合えってことだよね。トントンそうそうそう、やってあげないともうすぐボンだよ。そう、気づいた時には爆発するか、もう毛もザーって抜けて、そっからってことだよな。そう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 、そうな。なるほどね。ゲージとして見れてたらないいんだけどな。ね、ストレスゲージ、うん、ステータスみたいな感じでね。ステータスみたいな、うん、黄色まではセーフみたいな。赤くなったらダメですみたいな。いやもう見れてたら黄色にもしたくねえな。なるべくもう甘やかしたい。緑でいっときたいよね。言ってほしいよね。スマートウォッチでさ、うん、そのなんか心拍数が上がってますよとかっていうのがさ、分かって教えてくれたりするじゃん、うんうんうん、でもそのうちなんかあるかもね。そういうイラついてますよ、うん、あなた今みたいな、うん、深呼吸しましょうみたいなちょっと出てほしい、うん、なんかスマートウォッチとかでもなんとかリングみたいなのでさ、運動したらなんか出てくるじゃん、うん、出てくる、うんうん、ああいう感じでなんかあるんじゃないの。あんのかな。ストレス感知システム欲しいな。だからストレス感じた時になんかこうボタンポッと押して、うん、覚えさせるわけだよね。あ、この心拍数、この呼吸、うん、このなんか体温みたいな時にこの人ストレスなんだみたいな。ああいいね。そしたら猫の画像とかさポッと出してくれて癒してくれりゃいいのにね。ああ確かにね。うん。やばそうだな。でもボーいや大丈夫だって働きながらやばくない。どうなることか。まあまあまあ、そんなご褒美、うん、皆さんがどういうご褒美を、考えているのかやってるのかってことをちょっと、聞いていきましょう。なるほど。はい。ゆきいとさん、女性の方。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。私は仕事終わりにマクドだな、これ。マクドを食べることにご褒美してます。マクド来た。マクドで略してるね。うん、仕事から夜遅くなることも多々あり、自炊するのもしんどいことや、なおかつ最寄りの駅の改札を出たらすぐ真横にマクドがあるためつい寄ってしまいます。うん、いやそういう真横にあんのか。出てすぐあると寄っちゃいそうだな。寄っちゃうな。いいよね。休みの日は食べたいと思わないんですが、仕事終わり食べたくなります。おお、うん。最近は健康にも気をつけてるので控えないとなとも思うんですが、今日頑張ったとか、うん、残業中帰り絶対マクドにすると決めると頑張れます。わかるわ。でもそれわかるわ、うん。しかもさ、ハンバーガーって食べやすいよね。本当に。食べやすい。楽じゃん。なんかマックのはね、うん、そうマックのマックに関してはマックとか、まあ、ロッテリアとかああいうチェーンのは食べやすいけど、食べやすいよね、うん、もうザ・ハンバーガー屋ですみたいなさ。あ、わかる、うん、あ、顎外れるぐらい。ハンバーガーに閉じれないからなんかピン刺してる。ね、あれ食べれないんだよ。食べてくるんでしょ、ね、でもちょ、あのさ、もともとハンバーガーってさ、うん、どっちが正解のものなの？何か、マックがすごく食べやすくしているのか、ああいう子も中身がベローンって出ちゃう、もう食べづらさ満点のものがもともとなのか。いや、どうなんだろう。でも海外のああいうそのガチはん、まあ、ガチっていうのもおかしな話だけど、うん、ああいうのってあれだよね、フォークとかついてるよ ね。あ、確かにそうかも。なんか結構切って食ったりしてる人もいるし。そうだね。はい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 。うーん、どっちもどっちなのかな。いや、そのすげえ本場のっぽいのってうまいんだけどさ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃうまいけど食べづらいよな。うん、そう、ほんと食べづらくて。うん。だからなんか矛盾してるみたいな。うん。なんかそれこそストレス感じるからな。そうなの。すげえこぼれて。うん、パンだけになっちゃうとかさ、そう、中身全部外出ちゃうとか、そう、汁がすごいことになるとか、うん、なるなるなる、ね、だからちょっと苦手は苦手、美味しいとは思うけど苦手は苦手なの。そうね、うん、その点、まあ、マクドナルドは、うん、その点、そう、マクドナルドは食べやすいですね。食べやすいですね、うん、ビッグマックだけいつもちょっと外出ちゃうけど。そう、でもビッグマックだいたいその他の紙を使っちゃうわ俺。あ、ほんと。うん、あのだいたい俺2つ頼むからさ。はいはいはい、はい、もう一個の包まれてた、包み直すってこと。そうそうそう、包まれてたやつをビッグマックの方に。確かにビッグマックなんかは知んねえけど、あの箱見て、そう、箱で来るからさ。ビッグマックね、裏返しにするとね、あの崩れづらいよ。あーって裏返しで食うと、ね、あー、なるほど。へえ、うん、いいですそれは。ちなみにこの人、余談ですが、私はマクドは冒険せずいつも同じメニュー、うん、
うん、チーズバーガー、ポテト、マックシェイク、エムストロベリー、サラダです。皆さん冒険する派ですか？そう、あ、冒険というか、まあ、新商品は大体一度は食うかな。新作出たらまあ気になるやつは見ることもある。食べますね。でもあんま何出てるかあんま分かんない。グラコロの時なんかやたら盛り上がるじゃん、世の中で。俺さ、ね、正直、あの別にの人なのよ、グラコロ。グラコロと、うん、もう一個月見ね。月見、ああ、うんうん、月見ね、まあ確かにそうだ。あの2つの時期は別にあんまりテンション上がらず、ビッグマックセットに照り焼き単品、はいはいはい、とかで行っちゃうんだよね。でもなんかやたらやっぱ盛り上がるよね、うん、グラコロはね、今回の新作で俺はちょっとイメージが変わった、うん、あ、本当？なんかグラコロなんとかなんとかみたいな、うん、そう、デミグラスソースかなんかが加わったやつかな、あだったかな、あ今回のグラコロは、うん、新しいグラコロだったんだよ。それ、はいはい、なんか種類出るよね。そう、3種類ぐらい出たりするよね。それはすごい美味しかった。いつもグラコロ1回しか食わないけど、うん、今回は何回行ってもいいなぐらい、ちょっとうまかったな。なるほど、うん、あ、まあ、回だけかな、結構重いからねグラコロ。まあ確かにグラコロ重たいね、結構化け物だから、あの食べ物は化け物カロリーだよね、あれね。なかなかだけど、で今回のはすごい美味しかったな。それか、デミチーズグラコロだっけ。あ、美味しかったね。多分食べたと思うけどあんま覚えてねえな味。うん、そんなだったんじゃね。本当そんなだった。今回なんかな、でもグラコロはフィッシュかな、分かれると思う、グラコロに関して。だって俺もそんな派だったから、そんなでもないなっていう。盛り上がるよね毎回って思いながら普通のを頼んでる側だから。でも言われてみればずーっと昔からだけど食べたことないのいっぱいあるな多分。ああ、一回も頼んだことない。サムライなんとかとかも頼んだことないでしょ。あ、サムライないっすか。ないと思う。俺も侍ないかも。え、なんか醤油味とかっていうのに、うん、あまりその魅力を感じてなくて。あ、そう、うん、あれは何、期間限定のものだった。いや、まだある。侍、普通の侍は多分もうレギュラーになってんじゃないかな。最近ずっとあるよね。あるあるある。侍は一度食べていいと思うけどな。あ、そうなんだ。そんなレベルのものなんだ。あ、かなり美味しいと思う。あとなんか はみ出てるのやつなんだっけな。はみ出てるのあるよね。え、なかったっけ、マックのはみ出てるの。いや、ある気がする。あるよね、でかいやつでしょ。はみ出てるのが売りみたいな。なんだろう、あれ違ったっけな。はみ出な、なんだろう、どれだろう。まあなかったっけ。俺がじゃあ気のせいなのかもしれない、はみ出てるやつ。で今、うん、新サムライバーガーみたいなのが出てたのかな。新サムライバーガー、ほう、確か。どうなんだ、ベーコン、ベーコンはみ出てるのか。ベーコンはみ出てる、なんかはみ出てるやつがあったよ。これは違うのかな。いや、そう、あ、炙り醤油風ダブル肉厚ビーフってのがもともとある。これが多分レギュラーになった、もう一個あれか、ベーコントマト肉厚ビーフか。でダブル肉厚ビーフはね、多分行ってみてもいいと思います。後悔しないんじゃないかな。なんか チキンのやつとかさ、安いのなんかあったりするんで、あれも頼んだことない気がするな。あ、100円ぐらいで買えるみたいな。はい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 。エビフィレオも食べたことないわ。あ、俺もないや。エビフィレオ俺食べたな。チキンクリスプ、まあまあまあ、食べたことない。俺ベーコンレタスバーガー食ったことないかも。あら、マックの。平さん好きそうなのに。なんかいっぱいあんだな。なんかね、あえてそこ行かないよなみたいな感じで。ああ、だからもう本当だから冒険しない民族。うん、俺多分マックは冒険しない。マックはもうなんかマックのあれが食べたいで買いに行くから。はいはいはい、他が別にっていう感じなんだよね。そうそうそう、マックを食べたいじゃなくてビッグマックを食べたいみたいな感じ。はいはいはい、こんな感じだもん。いや、侍は行ってもいいと思います。なるほどね、それだけは行ってもいいと思います。あのさ、ちょっと全然マックと話が違うんだけどさ、ええ、
はみ出るつながりでさ、うん、ローソンにはみ出るメンチカツバーガーみたいのがあるの。うんうん、ローソン？そう、パン普通にあのお惣菜パン、うん、あーメンチカツあるね、あるね、あるかも、あるあるある、ではみ出てるなーって一番、まあ俺好きでさはみ出てるなって買ってたんだけど、うんうん、最近やたら上のパンがちっちゃくなってきてて、はいはいはい、はみ出させてる、はみ出させ出してるなっていうのがちょっと感じてるんだよね。これもうミニスカって言ってるけどちげえなみたいな、うん、昔はもう見せてるじゃんみたいな、ね、昔も多少は多分上のパンの方がちっちゃかったんだろうけど、うんうん、それでも別にまあ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 すごいメンチでかいわってなってたんだけど、うん、最近ねわざとやってる？上のパンめちゃくちゃ小さくなってる気がするんだよ。あれそれはやってる可能性ある。やってるね。ちょっとあのローソンでローソン行く機会あったら、うん、見てみようかな。見てみよう。見てみて。あのあんま見たことないかも。あのね結構、うん、あこれはちょっと頑張ってるなっていうのもあるし、うん、このパンちっちゃっていう時もあるの。あーへえ。結構個体差があるってこと？食べたことある気がするな。へえ。個体差ある。はみ出るじゃない。はみ出させましたっていう。はみ出ちゃった。うん。仕方なくはみ出ちゃう。ポストの影響ではみ出る。うん、アーガーになってるってことね。うん。あでもね美味しいのよ。あそうなんだ。そうマヨネーズが中に、いや中に美味しいね、パンについててさ、うん、それはさ、これはうまい。時々コンビニでさその話題に上がる、うん、あのサンドイッチの全然具が入ってねえじゃねえかみたいな。あ、うん、あれってどうなってんのどうなってんのって聞くのもおかしいけど、なんか、うん、つぶえてる人いたりし、なんか、ね、なんかあの見えるところしかない。俺はちょっとよく分かってないっていうか、あんまさんの近くてるかなのかな。いや俺もそうだね、それに出会ったことがない。俺も出会ったことない。俺サンドイッチまあまあ買うけど出会ったことないんだよな。卵サンドとかしか買わないかな。あのハムサンド、わさびマヨネーズがついてますみたいな、あれ好きで買ってるけど、うん、もう全然外れたことないな。どうなんだろう。ないね。なんかそれを見るたびに、ああそうなのかな、そう言われるとそうなのかなって思っちゃうけど、うん、でも実際自分で渡ってないから、うーんみたいになっちゃうんだよね。そうだね。どうなの。あんまり、まあ、ようわからんわ。いろいろあるな。いろいろある。うん。続きまして。はい。ストレス、じゃあストレス解消、自分へのご褒美ね。うん。サバカさん、女性の方、皆さんこんばんは。はいまあまあ、テーマ自分へのご褒美ですが、最近だと、サリンショの新グッズであるカーディガン購入しました。ありがとう。あれだ、そういう風にグッズを買うことでなんかご褒美だという風な感じになるってことね。はんはん、なるほどなるほど。でもそういうのはあるかもな。グッズあるかもね。グッズ系でこういうのを買おうみたいな。あんまりだから普段はそんなにバシバシ買わないもんだもんね。だって、うん、まあそうだね。うん。シリカゲル太郎さん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。おあ、なんか言ってんぞ。翔太郎が連絡先に登録されてないって。シリカゲル太郎な。シリ間違えてるぞ。あ、シリで起動したんだ。なるほどなるほど。あ、もうじゃあやめてほしいってこと？うん。ゲル太郎を翔太郎って呼んだな。そうだ。シリ呼んでゲル太郎。そんなシリカゲル太郎。はい。うん。私の自分へのご褒美はやっているアプリゲームに課金をすることです。あーなるほど、ね、基本的にゲームはあまり課金せずやってるんですが、自分がすごく頑張ったなと思った時はガチャを回すためのアイテム、いわゆるガチャ石や課金石と呼ばれるものを買い、うん、いつか引きたいキャラが出た時のために貯めています。あいいですね。あ、貯めるだけで使いはしないんだ、課金をしとこうみたいな感じなんだね。あそういうこと。あ、うん、そういうこと。いずれある時欲しいキャラが出るのために、うん、私は預金通帳を眺めてるのが好きなタイプの人間なので、課金によって増えた石の数を見てるだけで心が癒されますし、それをいつかぶっ放せる日が来ると思うだけでワクワクします。あなるほど、そこなんだ。まあでも確かにまとめてやる人いるもんね。そうだね、何十何百円みたいなさ。うん、あいや俺最近そういうのやってないわ。やってない。俺もグラブル以来やってないな。あまあ
とはいえなんか例えばエイペックスとかそういうので回したりしてるからあんまり言えないけど、やってないと言う、本当に言えるのかっていうところあるけど、年上げに関してはって感じだね。いわゆるそういうの昔はね、それこそなんかやってたら流行ってるものとかやってなんか回したりしてたけど、最近全然だな。足で言えばあれぐらいか、ちょっとやったらまあ幻灯か、幻灯ぐらいか。あれもあるんだ、ガチャガチャあるね、あれあるよ。ああ、父さんいなくなっちゃった、そうやめちゃったね、やめちゃっちゃった悲しい、ね、そうだね、やんねえなあ、いいのやってねえなあ、続きまして、はい、はい、ホメルスさん、男性の方は自分へのご褒美は、はい、蜂蜜レモン、蜂蜜レモン飲み物、レモンスライスを蜂蜜につけたものを瓶詰めにして冷蔵庫だから本格的なやつだ。本格なやつだ、うん、あったかいコンビニに売ってるやつじゃねえのか、じゃないね、紅茶に入れればレモンティー、お湯に入れればレモネードになります。なるほどね。これを、仕事から帰ってきて家で飲むのを自分のごぼうにしてるよと。なる、まあ、確かにあれ甘いもんな。そうだね、あれはうまい、うまい、うん。おためっちゃん、女性の方は、はい、はい、自分へのご褒美ですが、私のご褒美はネットカフェである快活クラブに行くこと。快活クラブね、一昔前は行きづらいイメージがあったであろうネットカフェですが、このチェーン店は従来のネットカフェの機能に加え、うん、無料のシャワー、朝食があり、ご飯も美味しく、うん、いい匂いのする女性専用ルームはセキュリティもバッチリ。なんだそれ、すごい、が匂いがいいとかそういう専用ルームがあるの。漫画や動画を見ながら頼めば勝手に出てくるご飯をいただく時間は最高の対談であり、普段の悩みを忘れていただけられる私だって最高のご褒美です。行ってないなぁ、ネカフェ行かないなぁ。快活クラブは行ったことないかも、うん、俺ここ、うん、このクラブは行ったことないな。名前は結構聞くけどね、快活クラブ、うん、快活クラブ、だって行ったっつったらあれですよ、俺最新で行ったっつったら3人で大阪で、そうだな、俺もそうだな、時間潰すために時間つ、うん、大阪空港イベントの時だよね、うん、あ、これこれ快活クラブ、このなんかオレンジと黒、うんうんうん、あるね、あるわ、そんなにいいんだ。いや俺すごい、なんかビリヤードあったり、でも店内の画像チラッと見ると確かにすげえ綺麗だな。綺麗だね、ネカフェの中でもすごい綺麗なタイプなのかな。いや俺ネカフェでご飯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 食べるのめっちゃ好きなんだよな。俺食べたことないかな。あ、ない、うん、あ、アイスぐらい、なんかご自由にどうぞのアイスがあって食べたぐらいかな。いやまあ俺が食べてたところのは別に正直ご飯が美味しいとか、うん、そういうことではないんだけど、なんか好きなんだよね、うん、ジャンクな感じとかちょっとあんのかな。そう、ご飯食べながらも漫画を読むというするだけなんだけど、ね、うん、いや漫画喫茶でも確かに好きだったな。なんかちょっとやっぱワクワクする感じがあったな。そうなんですよね、まあ、個室だしね。そう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 。どんぐらいするの今料金は、ね、料金システムご案内、安いでしょう。最初の30分がオープンシートでいいのかな、だって210円って書いてあるよ。安っ、安いね。え、これエビナだ、うん、エビナ、エビナの駅前にあるらしいぞ。なるほど。あ、でも今ちょっと値上がってんのかな、319円かも。あ、まあいや、それでもすごいな。味噌の口、味噌の口の口、長川だ。3時間パックで1191円、24時間パックで5160円。だって今はもうその、うん、泊まってる人もいるわけでしょ。いるね、だから働きつつそこを宿にみたいな、うん、うん、なんかそういう契約がもうできるお店があるんだよね、うん、1ヶ月パックみたいなやつとかも、うん、シャワーついてるとこついてるからな。うん、シャワー書いてある、シャワーあるって。そうそうそう、だからなんかビジホとか行くよりそっちの方が安いからっつって、まあ、安いよ ね、うん、そっち行く人いるよね。いやちょっとやっぱ なんていうのかな、その時間つぶしに、うん、ネカフェみたいな頭になってない。ちょっとまだ、ね、入るのに抵抗があるというか、なんか記入しなきゃっていう気持ちに
今はどうなのか分からないけど、昔は結構さ、いろいろ会員になんなきゃいけなくて、それを書くのもめんどくせえなみたいなのがあったから、ちょっと入るのめんどくさいなって気持ち。なんかピで行きたいよね。ピって言って、それかもうただただ入って、ただただなんかとかだったら、ネットでもう部屋予約して、何時からみたいなので、本当にホテルみたいな、簡単に行けたら良さそうだけど。そうだね。続きまして、はい、山猫の大将さん、男性の方、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。私の自分へのご褒美は映画館での食べ物&飲み物です。私はよく映画館で映画見るのですが、基本的に食べ物や飲み物を注文しません。大体毎週何かしらの映画を見に行っているので、その度に食べ物や飲み物を買っていたらなかなかの出費になってしまうからです。ちょっと高いもんね。しかし大変な仕事を乗り切った時など自分へのご褒美としては食べ物飲み物を注文して映画を見ます。最高だね。基本的にはポップコーンとコーラですが、特に自分を甘やかしてもいいかなと思った時はホットドッグチュロスも追加。 いいですね。あホットドッグか。ホットドッグうめんだ。うまいね。うめんだホットドッグ、映画館で食べるホットドッグ。そうだね。マジでうめんだ。なんかちょっとシワシワのやつ。そう。パン生地が。冷静に見たら多分そんなでもないんだけど。コンビニでも売ってそうなやつ。やっぱ高えと思うんだけど。そう高えのよ。なんかやっぱ場所だよ。いや場所だよな。うん、暗闇の中で食うホットドッグ。うめんだ。悪いことしてる。マジで。あれうまいよな。確かにな。本当美味しい。めったに食べないけどホットドッグとか、ああいうポップコーン以外のなんかサイズ、さらにサイドみたいなのが美味しいよな。チュロスとかもすげえうまいよ。マジロスね。うまい。あったかい。なんかはいはいはいあったかい。あったかいイコール美味しいって。あったかいものは美味しい。まあ暗いところであったかいのはやっぱ美味しいよね。この前すぐなくなっちゃうもん。あーそうそうなんだよな。そうなくなっちゃうのね。あ始まる前になくなっちゃう。分かる。CM の時だ。時間調整しようと思ってさ、ちょっと待ってたりするんだけど、もうすぐ終わっちゃうんだよ。なんか例えばマーベルとかだったら始まってなんかこうさ、なんかキャプテンアメリカがなんかわーって投げたりする、マーベルみたいな、なんか出てくるね、ロゴの時にもうないわ。早っ。始まってない、小さな針の音ぐらいでなくなってるもん。多分ピーンなのそれ。あそこらへんでもうないもん。食べちゃう。ちっちゃいからな基本的に。ちっちゃい。しょうがないよね。続きまして、アイスさん、女性の方。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今回のテーマは自分へのご褒美ですが、私のご褒美は猫です。猫。私は小さい頃から猫アレルギー持ちで、現時点では自分で猫飼っていませんが、あ猫カフェに行き、猫分補給、水分補給みたいな感じで、それなんかご褒美。猫カフェの猫、人んちの猫とはいえ同じ店に通うことで猫ちゃんの性格やどういう風に接すると喜ぶのかといったポイントを知ることで、猫の方から寄ってきてくれたり膝の上に乗ってくれたりというスキンシップも可能でとても癒されます。なるほどなるほど。猫カフェとり行ったことあるかな。それはアレルギーは大丈夫なんだ。それはもう仕方ない、まあ、我慢じゃない。ずっと一緒にいるわけじゃないから、まあそのタイミングぐらいはズーズーしながらでも猫を、に触ろうとかそういうことなんじゃないかな。なるほど。いいね。まあ今いろんなカフェあるからね。猫以外にも。ああそうだね。爬虫類とかもあるもんね。ある。フクロウカフェとかもあるんでしょ。あるあるある。いろいろある。豚もそうだし。ああ。豚ね。豚カフェね。鳥類とかもあるもんね。あるあるある。鳥あるわ。結構だから。すごい。本当にすごい。続きまして、はい、佐藤マリンさん、女性の方。はい、どうぞ。ペサテツさん、こんばんは。こんばんは。私の自分へのご褒美は夜更かしです。おお。仕事家事育児となかなか自分のやりたいことができないので、子供たちと夫が寝てから、サニショーさんや他の配信者さんの動画を見ながら、ゲームをしたり、イラストロジックを解いたりしています。次の日のことからので、できるだけ12時には寝るようにしてますが、この時間があるから日中頑張ります。あそうか、これでも12時までなんだね、やっぱ。まあ、俺らの感覚とはやっぱり夜更かしも違う。夜更かしはもう4時6時完全に今朝を想像してたわ。夜更かしチュンチュンしてあーしみたいな。いやこれは俺らが特殊なだけで、そうだね、本来やっぱ10時に寝なきゃいけないとかっていう人の2時間はやでかいよ。でもそれをしっかり守ってるの本当にすごい、本当にすごいわ。
リズムなんてほんとすぐ崩れるじゃん。ね、簡単だよな。1日2日で終わりだよね。1日でもダメにできる。ね。で帰ってこない、もうそのまま。すぐ壊れちまうよ。早く帰ってこないからさ。偉いと思う。まあ、マジで偉いわ。きっちり守れるのが。続きまして、ペンネーム猫と一緒に暮らしたいさん、女性の方は、はい、自分へのご褒美は何の予定もないのに午後半休を取得して、うん、好きなゲームをやったり動画を見たりしながら冷蔵庫にストックしているハーゲンダッツアイスを食べる。ハーゲンダッツ、仕事を午後休みにするっていうのはすごいね。そうだね、いいな、いい ね、うん、そういうことがやっぱできるところもあるってことだよね。あるね。 なんかちょこちょこツイッターとかでも撮ったとかってさ、うんうんうん、まあ、言ってるけど、タイミングで休めるようにしてくれるところもまあもちろんあるんだろうね。うんうんうん、いいですね。いい会社だね。うん、うん、カリカリゴリラさん、女性の方は、自分へのご褒美はちょっといいお米を買う。うん、おう、お米。一人暮らしだと5キロや10キロだと、美味しい期間に消費できなくて悲しくなるので少し割高ですが、うん、1、2キロで購入している。うん、うん、ああなるほどね。私は近くにお米屋さんがあるのでそちらをでおすすめを聞いたりして購入していますが、最近はコンビニなどでも2号サイズのブランド米があったので、うん、あったりするので一度試してみてください。いい米か、いい米ね、確かに良さそうだな。いい米買って土鍋で炊いてみたいけどな。うわ、一度やったことないからさ、どんぐらい違うのかなと思って。どうなんだろう。でも今土鍋感のある炊き方ができるじゃん。あるよね。いやでもやっぱさ、それはまた本場じゃないってことだもんね。そう、近づけナンバーワンは土鍋なの。いやどうなんだろうね。そういうわけじゃないのか。土鍋は土鍋のあの炊き方がみたいな。いやでもやっぱうまいところは土鍋で炊いてそのまま出してくれるとかっていうから、頂点なんじゃない。じゃないかね。手間とかもないのかもしれないね、もしかしたら。あ、でもその科学でさカバーしようとしてるのはどうなんだろう、うん、やっぱ最近最新のその、うん、じゃあ今はもうやっぱ俺使ってるのも全部古いやつだけど、最近全然米炊いてねえけど。俺ももう買っちゃうわ、コンビニであのチンのやつ。そうだね。あれな、もう佐藤のご飯的な何かね。申し訳ない、買っちゃう、あれ、うん、あれ楽、めちゃくちゃあれ美味しいしね。まあ楽よ、うん、いやマジで楽持つし、ね、洗い物もめんどいからね。じゃあは、うん、やっぱ唯一ちょっとこうパカッてやった時に残っちゃったりするけどね、粒がその、うん、ああ角部分にね、うめえんだよなあれな、うん。ザバンゴさん、女性の方は、はい、自分へのご褒美は高級ホテルビュッフェです。ビュッフェ。ビュッフェ。ビュッフェ。あ、ビュッフェ。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 ウニ点々の。この人の場合はブッフェってなってるけど。あ、ビュッフェ。ビュッフェ。正解。ビュッフェ。ビュッフェかな。でもブッフェ。ブッフェもあんの。前さ、うん、前鉄道さんとさ電車で帰ってる時さ、うんうん、あの広告のところにさ。うん、あったね、ビュッフェだかブッフェだか書いてあってさ、うん、2人してブッフェビュッフェってずっと言って到着した時あったよね。あった、あれ何が正解なのか分からない。そうブッフェ、これでいい、でも全然あれこれでいいんだっけみたいなさ。ブッフェ、ブッフェもあるし、ウニ点々ってことだよね。いや、ビいや、そのあるんだよ。ビもあれ、ビだっけ、ウニ点々だっけ、ブだっけみたいなさ。俺が知ってんのはビユの方だな。ビュッフェが結構よく俺も聞いてるけど、ブに小さいツフェでブッフェもさ、ブッフェがあるんだ。ブッフェもう分かんねえからさ、戻していいんだってバイキングに。バイキング、あでもバイキングとは違うらしいぜ。確かにね、なんか違うっぽいけど、これ読むね、ネットのあれだけど、うん、ビュッフェはもともとバフェといって列車内や劇場などで振る舞われる立食形式の食事を言い表すもの、うん、意味としては立食形式の食事、セルフサービス式の食事を指す言葉で、バイキングのように食べ放題のセルフサービス形式の食事を指す言葉でありません。え、うーん、立食なんだね、ビュッフェは。ビュッフェって言っちゃってるけど、あーどこなんだろう。でもみんなさ、ちょっとあの逃げ道あるじゃん、うん、ビュッフェスタイルとか言ってるじゃん。ああ確かに、ああ
だからスタイル、だからなんとか風ってことだよね。なんか立食形式の場合にそのなんか立食スタイルみたいな言うっぽいね。うん、ああ、立食形式の食事だって、うん、ビュッフェ、ビュッフェ、ブッフェ、ビュッフェ、ビュッフェ。でもなんかデパートにあるそういうとこってさ、もう完全にあの取ってだ、座ってる感じあるよね、だからね、その朝食のところでとかで、そうビュッフェで食べ、そうなんだ。そもそもいやなんか違う、海外ではこうやって言うんだよ。バイキングなんて海外では言わないよっていうことで変わったのかと思ったけど、そういうわけじゃないんだ。違いがあるっぽいね。だから、あ、そうか、ホテルとかの朝朝食のはあれはバイキングで合ってるってことか。あ、そうだ、ね、座ってくるもんね。だよね。あ、ただバイキング方式とも言う方式あ、まあ、うん、言葉もある。そうだね、風ってことだよね、うん、だから難しいね。難しい、この辺はなんか。え、どれがそれで正解だったんですか？ビュッフェ。あ、もう正解は全部いいみたい。あ、全部いいんだ。ビュッフェでもいいし、ビュッフェでもいいし、ブッフェでもいい。ブッフェもビュッフェとまあ同じなのかな？なんかどれでもいいっぽい。ウィキではどれでもいいみたいな。なるほど。じゃあビュッフェって言おうかな。うん、ビュッフェ。今まで。どう？まあそこに行くのがこの人。うん。なるほど。ホテルのビュッフェに行くんだ。行けるんだ。あるよね、確か。食べれるホテルで、うん、だ別に泊まってなくても、うん、食べに行けるみたいなのがサービスがある。へえ、そのチケットだけ買えばいける。多分そういうことなんだと思う。ちょっと面白そうだな。確かにそういう朝食だけなんかみたいなのがあったような気がする。まあお値段はそれね、それなりにするんだろうけど、うんうん、またわざわざ行ってそこでご飯食べておしゃれ頑張ろうみたいな。だからあれじゃない、その会社員の方とかやったりしてんじゃない。ああなるほど。そういうふうにちゃんと食べて頑張って仕事働こうみたいな。なるほど、うん、いいね。しゃれてるな。おしゃれだね、うん、それは。高田の馬場さんは、はい、私の自分へのご褒美、今年からやろうと決めたばかりは、うん、月1で行く一人回転寿司。あ、昨年近くに回転寿司が開店したので気になっており、1月上旬に一人回転寿司デビューも兼ねて思いっきり行ってみたのが始まり。うんうんうん、なるほどね。回転寿司か。俺一回っていうか結構行ってるな。一人回転寿司ね。全然大丈夫ですよ、特に。回転寿司も俺最近は持ち帰っちゃうな。あ、持ち帰るんだ、うん、まああるね、持ち帰りもね、ウーバーとかもやってたりするしね。そうね、その直接俺はあの店舗のサイト行って持ち帰りしたりしちゃうな、うん、はあ。今なんかすげえ話題だけどね、回転寿司。回転寿司ねよくないあれでない、うん、そうだな、やっちゃダメだよ、やっちゃダメだよ。乗せてるけどなんかそのやつはもう触らないっていうのがもうそれはルールよ。うん、困ったもんですよ。困ったもんです。運命の。続きまして、はい、30過ぎのぼっちさん、女性の方。はい。いつも楽しい動画ありがとうございます。はい、ようこそ。私は飲食販売、動画編集といろんな仕事をしてるんですが、うん、そんな私の自分へのご褒美は、ときめもガールズサイド4をプレイすること。おお、うちらもやってたやつかな。やってたね。多分。うん。まあ、そのうちらの配信を見て、すごく楽しそうだったので今月購入したところ完全にハマってしまった。あららら、最近だからハマったんだね。なるほど、なるほど、うん。ここまで動画編集できたらデートするみたいな感じで。ああ、どんなんだ、あれだな、チョコ食うのと一緒だな。一緒だね、うん、ご褒美にしてすること、なんかこうしっかり集中できるようになった。ああ、いいじゃん。なるほど、確かにな、まあまあ、いい使い方。目標があると、あ、そうだね、目標、ね、があると人間は頑張れるって言うからな、うん、そうだな。ネギ坊主さんは、はい、自分へのご褒美はクレーンゲームです。クレーンゲーム、ゲームセンター、ゲーセンにある人形を取ったりなんだりするやつだな、うん、体に疲れが溜まってきたなと感じたり、頭がモヤモヤしてすっきりと晴れない時は、子供を寝かしつけた21時頃留守を夫に任せて家を抜け出し近所のゲームセンターに行く。へー、近くにあるのかな多分ね、うん、うんうんうん、アームが狙ったところにはまった時のドキドキ感、うまく掴めた時の取れるか取れないかのハラハラ感などがもうたまらなく好きだと。あ、へえ、なるほどね。
景品が落ちる瞬間は冷静を装いつつもアドレナリン出てると自覚するほど大興奮してる。まあそうよな。へえ。取れたことねえなあんまり。あそう。あ本当。俺ね結構昔は得意だったんだよ、ね。あマジか。へえ。本当狙ったもん取れてた。ああうまい人いるんだよね。そうだからな中浦和駅にあったボーリング場のね、うんうん、隣にあるゲちっちゃなゲームセンターのクレーンは、うん、本当俺荒らしてたね多分。うわ攻略済み？攻略してた。うわきっちいなそういう人が来んの。いつ頃から何も取れなくなったな。なんかあれ多分そこが甘かったのか俺が下手くそだったのか台とかが全然変わっちゃったのか、うん、なんかあれあうまく取れなくなったと思ってからもう全然行かなくなっちゃったな。まあやっぱそうね単純にお金かかるじゃん実際、うん、考え方がちょっと変わったよね。前は本当にガチンと掴めれば1回でこう持ち上がるとかなったけど最近のはもうあれじゃんあのずらしていくみたいな感じ。あいくら使ってずらしていくみたいなね。そうそうそう確かにそう、まあ、そうだよな。うん今はクレーンゲーム変わらずでもクレーンゲームはあるよね多分あるでしょうね。クレーンゲームはそうじゃない。ゲームセンターもやっぱそこでお金取ってんじゃないかな。クレーンゲームなるほどね。行ってねえなーゲーセン行かなくなったね。俺も入り口をちらっと見るぐらいだな。そうだね入り口によくあるあのガチャガチャを見るとか。そうだね、うん、それぐらいで両替するときにちょっと中入るぐらい。あなるほど、うん、ガチャガチャするためにそうだね。外には両替機ねえからないね。そう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 よく探しちゃうよね。な、どっかのイベントの時にゲーセン呼んなかったっけ。ど山形かかのイベントゲーセンなんかさあそんなにでかくもないところであの街のゲームセンターみたいな感じのとこ、うんどっかで寄ったっけ。なんかさメダルゲームやんなかったっけ。これねなんかちょっと覚えてんだよね。メダルゲームなんかやある記憶は何の記憶だろう。やった気がすんだよな。ああの大通り沿いにあったとこだ。そう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 山形かも。山形だよね多分。行ったわ歩いてってなんか武田信玄じゃなくて前田刑事かなんかのはい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 行く途中にあったやつかな行ったかも。すごい歩いたんだよね。歩いた歩いた何キロレベルで歩いてで帰り疲れちゃった時にあったからちょっと休みがてらチラッと覗いたみたいなあったかも。あここは取れねえなーつってセガかセガかセガだったんだ。セガだったかも。今もうセガないよね。セガじゃない。言わなくなったんだっけ。あ、ないのもう。ギャガじゃなくてなんだっけ。ギャガ。ギゴみたいなことね。ギゴ。なんか撤退したかなんか譲ったかわかんないけど。うん。今セガじゃないらしいぞ。セガなくなったね。そう、俺なんかそう当たった気がする。メダル。なんだっけ競馬とかなんかやったんだっけな。俺メダル預けて帰ったんじゃなかったっけな。そうだっけ。なんかそうだった気がする。全部使わなかったっけ。全部使ったんだっけ。結局使い切ったんだっけ。最終的に無駄に使っちゃおうみたいな、うん、そうだっけ、うん、で一度もう無駄に使うって決めたら多分全部なくなっちゃう、うん、はい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 。こんな感じだった気がするけどいいな。続きまして、はい、サッピューザさん女性の方は、はい、自分へのご褒美はノンスタイルの単独ライブを見に行く。お笑いだ。定期的にやってるのかな。スタイルの単独ぐらい。ノンスタイルはやってた気がするなライブ。結構定期的に1年に年1ではやってるみたいな感じかな。年1ではやってんじゃないかな。なるほどね。まあ結構ライブ、ああでも結構やってるな。うん。多分去年もいろんなとこでやってたっぽいから多分そうなの。うんうんうん。うん。自分の頑張ったご褒美として単独ライブのチケットを取り、公演日に休み取って日帰りで見に行く。地方をね回ってたりするからね。うん、はあなるほどね。でグッズを全買いし約2時間漫才トークでたくさん笑ってストレス発散してます。いいな。チケット取れるからでもいいけど、取れなかった時逆にストレス。そうね。うわーってなんないのかな。人気だろうし。ね。俺単独ライブ行ったことないから行ってみたいんだよね。ああもう面白い。好きな芸人さんとかあったらね面白い。うん、サンドウィッチマンとか行ってみたいんだよね。うん、ああやっちゃう。大変だ。大変そう。東京03行きたい。
いいですね。あとトータルテンボスも行きたいですね。あとあれ懐かしい、一番行きたいのはシソンヌ。あ、シソンヌいいですね。行きたいね。行きたいね。続きましてキュリオさん女性。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。私のご褒美はスーパー銭湯。おお。スーパー銭湯ね。いない。私は仕事から常に立って働いており、また定期的にイベント等があり、精神的にも肉体的にも、いろいろ消耗しつから切ってしまいます。うん。家でも毎日お風呂に浸かったりマッサージしてるんですが、疲れが解消しきれないと思った時にはご褒美リフレッシュのためスーパー銭湯。スーパー銭湯。スーパー銭湯。いろんなのは綺麗だしね。ああ。今また変わってそうだな、いろいろ。最近行ってないけど。そうね、いろいろあるでしょ。マッサージとかもなんか ね充実してたり、サウナとかもすごいんじゃない、うん、すごそう。今はサウナすごいだろうね、もうあのブームがねえ、すごいことになってそう。他にはまあめまるさん、女性の方は自分へのご褒美はディズニー。ディズニー、ね、ディズニーランド。あ、私はディオタっていうのかな、ディズニーオタクというほどではないのですが、ディズニーが好きです、うんうん、多い時で月2回、少ない時は3ヶ月に1回、結構行ってるな、行ってるね。定期的にディズニーに行く予定を立てて、それをご褒美になんとかそこまで生きることにしています。あ、でもね、気持ちわかるわ。あ、わかる。何十年ぶりかに行って、うん、ちょっと経ってからかディズニーちょっと行きたいなって思っちゃったもん。あら、まあやっぱ空間が違うからそうさせるのかな。いや、そうね、多分そうだと思う。あの雰囲気がやっぱいいんだろうな。やっぱりそのそういうなんていうかな、雰囲気を守るためにすごい努力してるわけじゃん。そうだね。すごいよね。それがだからやっぱり良かったりするんだよね。そこだったら嫌なことまあそんなないだろうみたいな。そうね、うん、何も別に乗らなくても楽しめるだろう。ちょっと行きたいなと思って。実際にその乗り物目当てじゃなくてもう空間に行く人もいるもんね。絶対いる絶対いる絶対いる。なんか公園に行ってる感覚で、そう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 、歩きに行ってるみたいな人もいるんだよね。そう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 、ご飯食べてさ、うん、帰るとか。そういう人はもうよっぽどだろうとは思うけど、すごいよね。それだけ OK みたいな。そうだ、いいよね。ランドとかはもうほんと久しく行ってないからまた全然違うんだろうなっていう、ね。あ、そうだろうね。ゴーカートってもうないんだっけ？ゴーカートもない。ないんじゃないかな。確かもうないはずです。スペースマウンテン。スペースマウンテンはあるんだっけ？あるんじゃない？あるある。なんか海外の、うん、なんだっけ、なんかが変わるんじゃなかった？名前変わるとかなんだか。あ、そうなんだ。うん、海外のディズニーランドの方が。それじゃあのジブリパークみたいなのはどうなってんの？愛知でしたっけ？愛知だっけ？なんか愛知だか。なんか最初は抽選とかでしか入れなかったんだよね。あ、今はどうかわかんない。そうなんだ。あんまり話を聞かないからさ。だんだん大きくなってくっていう噂が聞いてる。まだじゃあちょっとずつちょっとずつこう作っていくみたいな感じなのか。周りにまだ土地はいっぱいあるんでしょ？ジブリパークな。別に乗り物とかそういう系じゃないのかな。なんか世界観を楽しもうみたいな感じなのかな。うん。なんかテレビでその特集やってた時は、うん、なんか空間にラピュタの何かがあったりとか。ああ。なんか猫バスですごい動くアトラクションとかそういうわけじゃない。多分そういうんじゃないっぽいよ。なるほどなるほど。なるほど。いいなジブリパーク。いいよね、行ってみたい。愛知県か。愛知県。愛知県ね。ちょっと遠いけど。愛知のあのなんだっけ、万博かなんかの跡地なんだっけ。ああ、なるほど。はいはいはい。そうなんだ。まあ、チケットなかなか取れないだろうな。ねえ。めっちゃ良さそう。だからそのマリオランドみたいなとかもさあるじゃん。はいはいはい、ありますね。大阪？うん。ああいうのも気になるしさ。レゴランドもね。レゴランド。レゴランドって。レゴランドは大丈夫、まだ大丈夫。愛知だね。レゴランド、そうだよね。あれはどうなん？なんかあれ割とその割と平気？子供向けというか。ああ。2歳から12歳。うん。ちょっとした公園みたいなイメージあるんでしょ？ちょっとした。ちょっとした公園？あのね、割と。うん。
狭め、割と狭め、数百メートル、ああ100メートルとか、数百メートル、うん、数百メートル狭、狭とかみたいだよ。2時間から半日ぐらい滞在時間。ああ、うん、なるほど。だからまあレゴランドって言ってるけど、うん、あ思ってる感じではない、レゴ空間ぐらいの方がいい。そうそう、多分なるほど、そういうことなんだと思う。なんか場所もちょっとあれじゃなかった？なんか、ね、当初からそのあんまり良くない話題で話題になっちゃったんだね。確かに、うん、そうだよね。だから立地があんまりみたいな、うん、そうなの。それは聞いた。だから良くない目立ち方しちゃったなとは思ってる。うん、うん、なるほどね。なるほど。続きまして、すき焼きブルーの30歳の方。はい、皆さんはじめまして。はじめまして。しし、私のジムへのご褒美は給料日前のパチンコです。給料日前、給料日前に行くんだ。もうカツカツの時に行くのかな。あえてね。私はアラフォーなのですが、20歳頃にスロットを覚え、たまにバイトをしながら、ま、毎日毎日 たまにバイトをしながら毎日毎日スロット3枚逆だろ普通逆なんだよな。まずくないか。それはまずい、まずいね、うん。家賃や光熱費滞納は当たり前。もうすごい暮らしちゃってるじゃん。電気やガスが止められたのは幾度となくあり、うん、ある日負けて帰宅したら家の鍵が変えられていた。うわー締め出しじゃん。カスじゃん。え、もうそのカスじゃん。牛島くんに出れる人じゃんそうだね、出てた人だね。ね、うん、まあもうこんなやつとね、済ましてらんないってことだよね。翌日の軍資金にと残しておいたお金でなんとか1ヶ月分を払い、変えられた新しい鍵をゲットできましたが。じゃあ何、鍵変えられてなかったらその金で次の日行くつもりだったんだ。そうだね。あの当時そんな生活でよく生きていけたなと今でも不思議でなりません。年を重ねにつれていつからか不安定な生活が怖くなり、今では給料日前の月に 2,3 日パチンコを打つ程度になりました。やってる、まだ、まあやってるね。まあでも減ってはいるね、うん、毎日じゃないから月に 2,3 度ってことだもんね。若い頃はバイト代が入っても即日スロットで消えていたので、その日の、うん、その頃の教訓として、まず給料が入れば支払い先は全て終わらせて不要な贅沢はなるべくしない。なるほど、これ大事だね。これなんかかまいたちの濱家さんも似たようなこと言ってたな。まず払ってくださいって言ってたあの人もやべえらしい、やばいらしいね。褒められたりしてるらしいから、まず払ってくださいって言ってた。そもそもそうだね、決めた額は貯金に回すというごく当たり前のことを徹底して、うん、残った生活費で給料日前に楽しむことにしてます。ああ、いいじゃん。いや、うん、それはちゃんとしてるよ。万が一負けてもすぐ給料日なのでノーダメです。ああ、ダメじゃん、うん、でもそのために節約して。なるほどね。解放してるんなら負けてもいい、大丈夫っていうのにシフトしてるから、まあまあまあ、そうだ、余裕でできたお金でやってるんだから、そうだね、それはまあ娯楽としては全然いいです。それならまあまあまあ、そうだね、うん、でお酒とかも飲んでないのかな。じゃあどうなんだ、ひょっとしたらね、すごい質素な生活丸が出てる可能性も。パチンコがしたいがためにね、うん、あれ濱家さんやばいよね、確かもうアル中レベルだよね、確か。そうだ、痛風とかだったりする。あの人やばいですね、うん。若い頃はボロ負けして、帰りに焼肉に行ったり、当然支払いは後回し。後回しでできるの？焼肉食えるの？後回しつけって今の世の中できるの？ね、昔はできてたのかな。他で後回しにして、その分のお金で焼肉じゃなくてってことか。どうなんだろう。焼肉に行って支払いは後回しって書いてるけど、あ、とんでもないことしてましたが、今では年を取って肉がきつくなってきたので、ナスやオクラでも取れるようになり、そんな食費がかからないので、うーん、月に 2,3 回のパチンコは毎月の贅沢なご褒美です。なるほど、まあまあまあ生きてるんだから。そうね、ちゃんと生活できるならいいでしょうと。うん、いいと思いますよ。他にはまあ、青戸さん男性の方なんかは、まあ、何っていうわけじゃないけど、うん、年に1ヶ月ぐらい自分へのご褒美付き的なものを用意するみたいな。ご褒美月間、年がかりで、う
この人の場合は1年がかりでなんかこう資格試験みたいなのをしなきゃいけないから、あららら、なるほど、まあ、毎日毎日基本的にはなんかやらなきゃいけないことがあるんだけど、うん、逆にその年単位で考えて試験が終わった1ヶ月程度はこう休息期間を設けるみたいなね、わそういう考え方の人もいる。すごいね。でもね、すごいね、よっぽど計画性がないときついよな。ああ、うん、値の頭がハッピーセットさん、女性の方は設定金額を決めて好きなものを買うという、はいはい、うん、あこれはいい考え方だな。いいね、でもな、うん、設定金額は大事だね。そうだね、ゲームソフトをまとめ買い、本全巻買う、家電の買い替えとか、あいいね、ああいいね、家電買い替え相当だな、相当、相当だよ、うん、ラスト、はいはい、アラサー戦士アブマルさん、男性の方、はいはい、ドラサンペサーテトさん、はじめまして、はじめまして、はい、はじめまして。今回のテーマ、自分へのご褒美ですが、私は現在飲食関係の仕事をしており、立場は俗に言う中間管理職のような立場です。うん、本部からお店に対する圧力、下からの不平不満、ああ日々起こるさまざまな問題に悪戦苦闘する、そんな私のささやかなご褒美はコンビニ巡りです。うん、うん、職場には公共交通機関を使って出勤するんですが、それまでにセブン、ファミマ、ローソン、セコマ、セイコーマートか、ファミマ、ファミマ、セブン、ローソンとコンビニだらけの通勤路なので、うん、むしゃくしゃした日に散財してやろうと、その全てのコンビニに寄ったのがきっかけです。やばやば、 1,2,3,4,5,6,7,8 8中ファミマすげえかぶってたけど、やば、1個ずつ行ったんかな、1個ずつ行ってんのどうなんだろう、店舗ごとに置いてる商品が違ったりもするので、見たことない商品を見るとついつい買ってしまい、気づけば両手にコンビニ袋持っていることもあります。いやーすごいな、一時期ハマりすぎて5キロ太る&給料日後なので財布がすっからかんという時点で、どんだけ使ったの、めちゃめちゃ使ってんじゃん。月に2回くらいに頻度を減らしてますが、いまだにやめられないし今後も続けています。あ楽しいんだ、げえな、コンビニはしごはやったことないから違うとこ行くとかあるけど、そうだね、あれがないからちょっと別のとこ寄ってみるかはある、そう、それしかないわ、一つで満足した上で別も行くってことでしょ、ね、そうだね、基本的に何でもあるからコンビニだからさ、うんうんうん、だいたい一つのね店舗行ったら用済んじゃう、そうね、食べ物に関してはほんとそうだよね、何買うんだろう、ここではこれみたいな、なんか あんのかな、まあ細かく言えば、まあ唐揚げくんとかローソンにしかないから、うん、確かにね、うん、あれだけど、うん、すごい、まあでもそれだけ並んでる結構な、だから距離あるんだね、職場まで多分この人、うん、そうだね、あそんなに歩いて、うん、いやすごいな、なるほどね、いいですね、こういうのを楽しみにしてます、中間管理職って大変なんだな、やっぱな、やっぱ上からも下からも過ごされるよね。というわけでいろいろ皆さんありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では普通のお便りもいくつか紹介させていただきたいと思います。お願いします、お願いします。まずは久しぶりラブホ、おお久しぶりだ、明けましておめでございます、おめでとうございます、はい、今年2023年の目標は三人称雑談放送へまたお便り送るぞだったんですが、うん、なかなか正月休みから抜け出せず1ヶ月経ちました。どんどんと一緒だ、2月から頑張ろうと思います。あしかしながら、うん、終わりだ、しかしながら毎週お便りを送るというのはなかなか難しいことなんですよ、やっぱり自分の好きなことしないと続かないんですよ。おい余計いいよじゃん、余計な一言入れんじゃねえよあということでね、なんか、ラブホーまた競馬やってるみたいで、あまあ続いてるね、ラブホーの勝ち馬聞いちゃってのコーナーみたいなの勝手に始めてるけど、またかいい、でこの人の今週の東京新聞杯は、うん、本命はジャスティンカフェなんで、はあはあ、こいつクソ外してるから、みんなはだから当たってねえだろ、逆行った方がいいと思うけど、うんうん、そうだよ、だってなんか、なんかあれだもん、なんか直感で何番か言ってくださいみたいなの来たもん、ああ言ってたね、ああなんか言ってたね、まあね、そう外れてんのかな結局、ちなみになんかもういろいろそのこのレースについて書いてるけど、これはもう全部読みません、はいはいはい、そんなに厚く書いてんだ、ああすごいよ、全然その毎日王冠私現地で見てたんですがね、
悔しかったみたいなことやばいな、取りつかれてる。そうだね、キサラギ賞は川田かそれ以外かフリームファクシー以外はよく分かんないからあんま手出さないにします。ところでペチャンコ、お前何 DM 無視してんだカツって言ったよ。うわ強っ強っ言葉、何無視してるとか届いてんの逆に。だからちょっと前に来てて、あ、うん、何番か好きなの家っていうのがそれなのか。そう、それでなんか言ったら、うん、それはどうかなみたいなさ感覚で言ってるだけだからさ、うん、それはありえないみたいなものなんか言ってるっぽくて、うん、なんか それを言ってるから、うん、うっさと思って、うん、あ、答えてないんだね。答えてない。なるほどね、うん、なるほどね、まあ、また来週とのことですけど、もういいぞ、もう自分でやれよ責任を押し付けるな。てかおめえなんかもう平和だけじゃなかっただろお前、うん、なんか恋したりしてたらどうなっちゃったんだろう。本当だよな、もう終わっちゃったのかあれは。そうだよ、まあまあまあ元気そうで何よりですと思いますね、うん。続きまして、はい、ユミデラスさん、はい、ロサンテッドサペサこんにちは。こんにちは、はい、こんにちは。前回435回の雑談で焼肉なら牛タンだけでいいと鉄道さんがおっしゃっており、俺そんなに過激な発言してたかな。もうだってそれ以外は食えないって言ってたね、うん、私もそうだそうだと心の声を上げてました。はいはいはい、10代の頃から焼肉が苦手で牛タンしか美味しくないと思ってました、うんうん、私はドン三平さんと鉄道さんの間ぐらいの年齢で、うん、10行くか行かないかぐらいかな、うんうん、ここ 5,6 年ほどベジタリアンです、うん、海外に住んでおりベジタリアン用の肉の商品がたくさんあるので肉食いたいというようなことほぼありません。海外ではね確かに盛んだもんね、そういう人たちもね、うんうんうん、最近ではビヨンドミートやインポッシブルバーガーといったインポッシブルバーガー、とんでもなく本物の肉に近い植物由来のお肉製品が出ており、ベジタリアンでもない人にも結構好評だったりします。へー、そうなんだ。シブルバーガー、我が家ではあまりに肉肉しくて辛い脂が多いという理由で風評食卓に上がります。ああ、皆さんもいつかそういうの食べてみてほしいです。で、ああ、まあ確かに食べてはみたいね、そういうの。俺も全然そういうのがあるらしいってことは知ってるけど、ね、実際に食べたことないんだけど。いや日本にさ、うん、あんまり根付いてないなんか売ってないよね、こう、うん、なんていうのかな、変な風に捉えられちゃって。そうだね、どちらかというとややもすると論争になりがちじゃん、ね、なんか過激なところが見えすぎちゃって。そうそうそう、実際はそんな人たちばっかじゃないと思うけど、うん、なんかデモがあったりみたいなさ、そうね、そういう海外ではどうだみたいな話を聞いたりするとなんか、うんうん、分からんみたいな、そうなんだ、ね、感じになっちゃうけど、実際に食べてみてどうなんだね、美味しいんかな、ね、それを知りたいなって感じかな、ね、知りたい、確かに、うん、単純に純粋に興味本位として食べてみたいかな、うん、食べてみたいよ ね、 ね、それだって美味しいんだったらさ、ね、いいよ、なんかいいよね、良さそうではあるじゃん。美味しいならもう全然いいよ、うん、ね、どうなんでしょう、インポッシブルバーガーちょっと調べてみたけど、うん、ちょっと高そうだよな、あ、そうそうそう、そそれもある、イメージとしてこれもイメージなんだけど、うん、高そうだなっていう。日本上陸間近らしいですよ。あ、本当、インポッシブルバーガー、名前が名前がなんかちょっと気になるけど、不可能、なんでインポッシブル、不可能なバーガーって何、あら、うーん、続きましてノルさん、男性の方、はい、ノルさん、ペサテトさん、こんにちは。こんにちは、皆さんにアドバイスと背中を押していただきたくお便りを書かせていただきました、うん、はい、私は今 e スポーツキャスターをやるか学んで悩んでいます。おお、いわゆる e スポーツの実況だったり解説だったり仕事かな、うん、私が応募しているのは、応募すればボランティアとして参加できる大会。ボランティアっていう意味がさ、日本でいうと 無償とか無給っていうイメージがあるけど、確かにね、まあ、海外だと違ったりするじゃん、 どっちなんだろうな、うんうん、お金は出ないけどみたいな感じなのかな、まあこっちの言い方じゃないのかな、かね、うん、しかし私は喋るのが苦手で失敗を恐れてなかなか応募できません、うん、お電話さん方が普段配信トークなどでつなげるのに意識していることがあればアドバイスしていただきたいです。俺も知りたいけどな、ねえ、 e スポーツキャスターとかだと喋るとかどうなんだろう。じゃあなんかもうつなげんのうまいね本当に。ああそうだね。PC のトラブルでなかなか試合が始まんないってなった時に、こう一生チェックポーズ中のそう喋ってくれてるけど、でもまあ基本的にはやっぱゲーム知識じゃん。
そう、大体前提として大事なの、うん、ゲームのやっぱ話をすることが多いよね。そうだね、だからゲームの理解度だよね、うん、ゲームに対してどの程度の理解があるかっていうことじゃね、うん、であとまあ e スポーツだったら選手に対する知識とかも多分、うん、そうだね、うん、詰め込まないといけないとこだと思うから、それがいっぱいあればその分喋れることも増えるし、増えるね、うん、そうだね、相手にそのまあ大体一人じゃないもんね、ああいうのってなんか解説の人がいたりとか、うん、実況と解説かな、ね、だからもう一人の人にあの注目選手どなたですかとか聞いて、そうだね、そっから広げていくとかありそうだもんね、うん、まあ、何のゲームかにもよるけど、そうね、最近だとバロラントとかは、うん、のがあるなら、うん、やってみればいいかなとは思うけど、やっぱそのいやこれは e スポーツに限ったことじゃないけど、うん、まあ主に e スポーツの良くないところで、うん、結構チャットとかが攻撃的だったりするから、攻撃的だね、そこにこう負けないことかな、うん、まあ、もちろんそのボランティアとかの大会とかだったらそんなにひょっとしたらこう激しい人もいないのかもしれないけど、うん、なんかあった時にね、こう結構矢面に立ってるじゃん、そうだね、でトラブルとかだとさ、トラブルが起きてるなみたいなのって結構荒れがちだから、そうね、そういうところとかも、ここだから興味をその喋りに持ってかせるっていうのはすごい結構大事かな、そうだね、かな、まあでも今後増えそう、そういう人たち、そうだね、増えそうだね、バロラントも人数増えたからね、今回今年から、そうね、ロールも今までずっと2人だったんだけど、リーグオブレジェンズっていうのも、最近は結構、あ、そうなの、3解説3人実況3人ぐらい、おえー、すげえ、昔は会津さんとレボロさんっていうね2人だけだったけど、はいはい、今は他にもリクルートさんとかそういういろんな人が増えて、あ、へえ、だから3組ぐらいで回してるっていう感じかな、うん、今、うん、っていう感じでどんどんだ、まあ、仕事としてどうなのか分かんないけど需要は増えてるとは思う、うん、増えてきてるかね、うん、だからまあどうなんだろう、狙い目なのかどうか分かんないけど、やりたいっていう思いにじゃあ結構いける可能性もひょっとしたらあるのかもしれないけど、うん、って感じかな、まだ全然今なら今から目指すんなら良さそうな、そうね、まあ、ゲームタイトルにも よるけどな、そうね、レインボー6で解説してたフリーダさん、おー、フリーダさんね、あれが今年からバロラントの実況に、いやー、ついねー、それはついよ、だからやっぱそういうことをやってると他のゲームでもやっぱりね、経験値が生かされるからさ、うん、ね、うん、岸大河さんとかはもう何でもやってるじゃん、なんか、そうだね、クラロワーとかもやってるし、うん、いろんな高校生大会みたいなのもやってたりし、うん、MC としてすごいからね、うん、だからいろんなゲームの知識っても結構必要だし、うん、まあ、実況なのか解説なのか分かんないけど、やっぱ知識が本当にすごい、海外のも見てるとかいう人もいるしさ、うん、結構求められるものは大きい、大きい買ったりもするから、そこが大変なんだろうなって思ったりもするかな、うん、そうだね、うん、まあでもこれは本当にその今最前線でやってる人の話だから、うんうん、ちょっと 上すぎるかもしれないけど、他のコミュニティ大会とかでさ、うんうんうん、もちろんさそういう人がいると思うから、まあ、そういうところで一回ボランティアでやって、そうだね、うん、まあ、何事もとりあえずやってみるのが一番いいような気はするけどな、うん、とは思います、頑張ってほしいですね、そうだね、頑張ってほしい、うん、そうだね、苦手なんだもんね喋るのが、うん、でも知識増えるとさ、うんうん、いやそうだと思う、なんかあるよね、その苦手を超える何かあるよね、うん、知識持ってると全然自然と喋れるはマジであるね、そうだね、要は結局分担作業だから、うん、実況と解説おそらくだけど、うんうんうん、だからこれはこうですよねって振ったら答えてくれるとか、振られるから答えられるとかってあると思う、うんうん、全然あるよね、うん、だから二人三脚でやる分には、だからひょっとしたら相方の人に恵まれたり、こううまく運んでもらえれば苦手でもいけるみたいなこともあるかもしれないし、うん、そうね、うん、どうだろう だね、やってみないと分かんない、あとはまあ、うん、それをうまく出せるかどうかだから ね、 そ, うだね、それは多分本当やっていかないと、そうね、うん、うん、
また楽しいと思えるかどうかはまた、ね、それ大事ですよだと思いますよ、うん、頑張ってほしい頑張ってほしい頑張ってくれ頑張ってほしい続きましてドルチェさん男性の方はい、はいお年玉やお盆玉の話があったので、うん、昨今のキャッシュレスの波がお年玉にも波及してるよという話をしたいと思います。ほうほう私はスマートフォンの販売に従事してます、うん、早いお子様は小学生から6歳前後遅くても10歳にはもうスマホを持たせる親が多いです。なるほど。それもあり私は親やめいにお年玉をペイペイで渡しています。ペイペイ、ね、もう来てるそういう時期にペイペイ。ポチ袋やピン札を用意する必要がなく1円単位で渡す。あ、そんな細かくいけるんだ。あ、とても便利です。うーん、それでは味気ない文化としてどうなんだとおそらく、鉄塔さんあたりは思ったでしょう。あれ思ってないけど思ったんですか。思ってないですよ。やだな最先端ですよ私は。最先端、ちゃんとペイペイにはお年玉ボタンが、お年玉ボタンが正月期間にはあり、あそうなんだ。なるほど、なるほど、うん、すごいね。味気ない送金ではなくポチ袋仕様になっているのと、そもそもピン札すら用意しないお三方が、うん、今回は様式病を語る資格ありませんよ。うん、思ってないですよね、うん、全然。なるほどね。いや単純に送るだけだったら、うん、ああな、まあ、ちょっと味気ねえなぐらいなんだけど、その、うん、これはお年玉ですよって、うん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 、アプリ側がやってくれんならもう全然問題ない。全然いいよね。否定 しそうな親世代もそんなのあるかと興味津々な、うん、好評な場合が多いと。なるほどね。絶対便利だもんその方が、うん。私は完全キャッシュレスで財布のサイズはスマホよりも小さい手のひらサイズに握るので、いちいち銀行に行く必要やポチ袋を買わなくていいのでとても重宝しています。いや絶対そう。急に親戚挨拶に来てお子様がいたけどお年玉の用意がないなんて時にも大丈夫です。うん、お三方も来年お年玉キャッシュレス化してはいかがでしょうか。ペペやってる、って聞かなきゃいけないんだよね。そうだ ね、まあ、自分はそれがいいかもしれないけどさ、ただ相手がどうなのかっていうところが問題な。払いてんだけどって言っても向こうがそもそも持ってませんとか。あ、ペイペイを ね、 そ う、 そ、 うね、そうだね。親がそういうのは管理子供にはさせてないのでみたいに言われちゃったらもう終わりじゃんそこで。うんうん、そこかな。だから超えなきゃいけない壁の途中だと。そうだね。だからまだまだこれから、うん、そうね。だから親はその、はい、そもそも理解度がないとそれ通じなさそうだね。うん、そうだね、うん、そうだね。じゃあもしかしたらもう駄菓子屋もペイペイとかそのあ いけるようになってんのかな。それで払ってるみたいなのはひょっとしたらどの程度その電子マネー子供にがペイペイだとさ、うんうん、なんか口座と結びつけたりとかあるいはチャージしなきゃいけなかったりするから、うんうんうん、どの程度管理してるのかっていうのはちょっとあるかもしんないけど、うんうん、それ次第かな。そうね。どうなんだろうね。どうなっていくのかなちょっとわかんないわ。まあでもそっちにシフトしていくのかな。まあ可能性はちょっと大きいかも知れんな。わからんな。行く気がするな。うん、続きましてふとしくん男性の方。はい、よし。えざこんばんは。こんばんは。今回ちょっと気になることがありメールしました。はい、難しい話題ですが、うん、ずばり離婚についてです。難しいですね。結婚もしてないよ、うん。私の価値観がずれてるのか確認したいです。はいはい。というのも私は今の仕事が1年になるんですが、職場の人の多くがバツ1あるいはバツ2です。うん、その人たちは離婚が当たり前のような話をしてきますし、うん、何回も結婚しないと運命の人かわからないなど、あるいは、うん、ひどい場合はなんで休みの日に前の奥さんの子供を病院に連れてかないといけないんだとか。私は彼女もいたことがないので話を聞いてると頭がおかしくなりそうだ。なるほどね。なるほど、確かにその場合はあどういう世界線なんだってなる可能性はある。なるほど。その中テレビで芸人さんが、話で30代男性だとバツイチ未婚では、30歳の男性だとバツイチと未婚では女性はバツイチの人と結婚したいらしい。嘘。これはなんかちょっとあれっぽいけどな。うん、嘘だ。私は離婚はマイナスのイメージがとても強いので基本的にはありえないなと考えてしまいますが、うん、テレビの件から私は世間からずれてるんでしょうか。
本社のドンさん、30代のペイさん、40歳のテッドさん、皆さん難しい話だと思いますが、なんかこうお話いただければ。もう古い考えなのかな。いやーまあ正直でも本当個人の価値観によって全然考え方違うから、まあね、だからいやそこの、職場特殊だよ。だって、してる人たちがいっぱいいてその人たちが喋ってんだから、それはだって、まあ、環境はちょっと、そうだね、それは悪くは言わないよ、自分たちのことだもん。そうだね、環境だなとは思うけどな、たまたまそういう人たちが、そう、たまたま多分固まっちゃったんだろうね。いやそうだろうね、そこの、人たちが。そうね、まあそれはその話を聞いてたらちょっとおかしいなとは感じるだろうから、まああれだろうが、なんか独身、その別にだから罰1罰2がうんうんとかさ、そういうことじゃなくてその人がどうかっていうことなんじゃないのかな。いや本当にそうだと思う。離婚だからいいとか、その離婚しているから、そうなのよ、ではなんかそういうことに対して理解があるとかさ、なんかそういうのでプラスだったりするんだと思うけど、イメージとしてね、はいはいはい、一回失敗って言っていいのか分かんないけど、まあ、そういうふうに分かれちゃってる分、なんかよりこうちょっと懐が深くなってるみたいな印象があるからいいって言ってるのかもしれないけど、そういうことじゃなくてその人次第なんじゃないのと。まあ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 、それ以外に何もなくないって思う。ないね、本当にないですね。別にプラスイメージもマイナスイメージもない。そういう感じだと思います、本当に。かな。まあ別にすることもあるだろう。いろんな理由がね、あって。まあそれはめちゃめちゃあるからね、本当に。離婚することだってあるでしょうと思うし。一対一の何かがあったりするわけだからね。わかんないよ。だってもうすぐ先のことなんてマジでわかんないんだから。そうね。何が起こるかなんて本当わかんないわけだし。俺からするとだからやっぱり離婚してないの。すごいなとはでも思う。まあ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 、ね、何十年もね。そう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 。やっぱそれだけこのね長く添い遂げられるっていうのはやすごいことだなとは思う。だってその人たちも多分結婚した時っていうのはね一生だって思って結婚してるはずだし。いやそうそうだね。するつもり、離婚するつもりで結婚なんてまずしないでしょ。絶対してないはずだから。そうだね。それが進んでみたらうまくいかなかったっていう話なだけで。っていうことなんですよね。そうね、まあだからやっぱ重く捉えられがちだなとは思うけどね、やっぱり、結婚自体もさ、してない側からすると重く捉えちゃうじゃん、だからそれと同じでやっぱ離婚っていうのもしてない人からすると重く捉えちゃうけど、そうね、まあ実際に多分書類だのなんだのっていうのはめんどくさかったりするんだろうけど、そうだね、まあ、実際めんどくさいね、本人たちからするとそこまでっていう場合もまああるだろうし、そういうもんなのかなとも思ったりもするけどな。ですね。まあニュースで聞くのとかがやっぱね、どうしてもこう悪く聞こえるし、映るし、まあ少なくとも前向きな感じにはね捉えられづらいね。辛いからね。だけどそれは確かにその通り。ですがって感じですよね。そうですね。まあちょっと特殊すぎますね。その職場が。だと思います。だから別にその離婚に関しての話はその職場でされてたら別に。あんまり考えなくていいかもしれない、まあ、そういう感じのあれもあるんだなぐらいのテーマにいいんじゃないですかね、とは思いますけどね。続きまして、清水は脂肪肝さん、男性の方。脂肪肝、どさめさん、ささいつもお世話になっております。脂肪肝ってやばいやつだ。そうだね。過去の雑談を聞きながら通勤してます。ありがとうございます。雑談第369回にて金縛りの話があったので、その対処法をお教えしようと思い始めたのかな。金縛りね。僕がなるのは霊的な金縛りではなく、テトさんがおっしゃっていたように体は寝ているけど脳が起きてしまったという状態を。分かんないじゃん、それが霊かもしれないけどな。確かにな。あ、まあな、まあまあな、その状態になると体は動かないのはもちろん声も出せないので、過去うつ伏せ状態でその状態だった時、全く息も吸えず近くにいた母に助けを求められず、わー死ぬーと思ったことです。対処法としては指先から徐々に力を入れていくこと。ほう。あ、そうなった時に指先から金縛りになった時に、そうそうそう、そうらしい。動揺してしまうかもしれませんが、焦らずゆっくりと力を入れていくことが大切です。もしお三方が金縛りになってしまった際は上記のことを意識してみてください。全ての金縛りに効くかどうか定かではありませんが、なるほどね。対処法、指先からね、ちょっと覚えとこう。これ2人はあるんですよね。でも最近はないから、俺ドンさんが休んでる時にあったんだっけ。
あれドンさんの例俺のってこと例ちょっと出ちゃったかな。なんか雑談前に俺経験してんだよな。なんか喋ってたのは聞いた。金縛りが言ってたのはそう、うん、横で足バタバタしてるような感覚に襲われたっていう。あー言ってたな。うんうんうん。まあでも疲れてたからだろうなとは思うけど。いやドンさんの例だと思う。俺来てたかな、出ちゃったんじゃないか、ね、お前横に来てたかな、うん、行っちゃったかも。危ねえ、助けてくれって言ってたじゃん。俺はここにいるよ。もうちょっと休ませてくれ。あと2日お願いします。それだったかな。それで俺を押さえつけてたんかな。出ちゃったんだと思う。ダメだって言って、いやー早く復帰しろっつってバッて起きたと思う。そうなんだ、わかりませんか、ね、そうか。そしたらじゃあ 手先から行くんだらしい。続きまして、はい、これは怖い話です。あ、怖い話出た、ね、出たよ。戸田さん男性の方、はい、皆様おはようございます。おはようさん。戸田怖いな。戸田埼玉の戸田だろ。戸田戸田あそこ仮とかつきそうだな、今回皆様にちょっとした相談をさせていただきたくメールを送らせていただきます。はい、はい、前提として深刻に悩んでるわけではないということをご理解いただければと思います。うん、はい、私が悩んでることはざっくり言うと謎の現象です。ああ、なるほどな。初めに遭遇した謎の現象は気配です。うんうんうん、今からおよそ12年前、ドキ、初めての田舎の賃貸アパート一人暮らしにて、うん、常に部屋に誰かがいるという気配を感じました、その時は別に見えないし実害ないし、まあいっか程度でした、うん、次の現象が物音になります、うん、音、うん、およそ7年前、ドキ、初めての都心賃貸アパート一人暮らしにて、なんなん一個一個タイトルが、ドキは何、ドキはこれ多分水着だらけの水泳大会みたいなのドキってする。古いんだよだから、お前古い、お前古いんだタイトルなんだね。だからやっぱり、うん、ドキ、初めての都心賃貸アパート一人暮らし2軒、うん、なんなん、まあ、12年前と7年前だからな、発生元のわからない謎の音を観測しました。あ、通話越し電話越し誰かがいるいないに問わず、鳴り響き、自他ともに認識できる、自他ともに他人もだから認識してる、快音生活を送ってましたが、うん、なぜか寝ている時に会ってなかったので実害がないし、まあいっか程度でした、うん、すげえな、うん、そして時は進み、現在都内のマンションで一人暮らし3年目の戸田ですが、ドキねえんだ、今現在私の家で起きている現象をまとめさせていただきます。まあ今もだからドキの最中だからじゃない、うん、結構怒ってんだ、うん、じゃあ今起こってる現象、まず1、気配、これは変わらずずっとあると。うん、うん、2、異音、これは忘れた時にたまにある程度。うん、3、名前を呼ばれる。あれ名前呼ばれてんの、戸田って呼ばれるのかな、もうついてきてるんじゃ、声は日によって男女両方あり、結構クリアに本名呼ばれるし、え戸田、戸田、戸田、マジで怖っ。なんかあの友達が外で名前、うん、自転車で通り過ぎるときに呼ぶとか、ね、そういうんじゃない、戸田ーって言いながらね、戸田ーって可能性はあるよね。あれじゃないの、そういうのよくやってる子とかいたもんな、ね、いたよね、 あれじゃないんか、うん、見たらもういないからね、うん、いないやつね。4、物が落ちる。あら、これは本棚の本が落ちたときは結構理解できず悩みました。あ、ね、ポル的な話だ、うん、5、肩を叩かれる、普通に叩られたんだ、トントンってやられるのかな、うん、6、占い師に、悪霊と生き霊がついてると言われる。悪霊と生き霊、悪霊は悪い霊だけど生き霊はどっちなんだろう、うん、まあ、ざっとこんな感じです。ほう、あるありすぎるぐらいだ、うん、ここからちょっとエピソードトークになりますけど、彼は、はい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 、お正月はずっと仕事で、最近だなこれな、うん、日程的にお守りを買ったお寺の日渡りの日に持っていないといけないということで、うん、直接郵送で去年使っていたお守りを送らせてもらった時の話なんですが、うん、お守りを外して送った次の日に車のタイヤがパンクしてしまいました。うわ、ない時に、12月に新品のスタッドレスにしたばかりだったんですが、なぜかバーストしておじゃん、また家具に5万かかってしまいました。うわ、なかなかでもないね。そうね、そんなこんなで疲れ果てて帰宅した時、なぜか
玄関にかけてある魔除けの唐辛子の飾りの、はい、麻の紐がちぎれて落下しました。引っ掛けたとか触ったとかではなく、目に入った瞬間ちぎれて落ちた。ちぎれてたんじゃないの？怖すぎるな。見た時さすがに困惑しましたが、ちぎれた麻の紐を取って針金に巻きつけ、また玄関に飾ってなお逃れました。何逃れてんのこれ。どうなんだろうな。それがあったからまだみたいな感じなのかな、ね。その翌日、急に携帯が、壊れました。iPhone の新しい SE のやつなんですけど、修理屋さんでいろいろ試してみたけど結果原因不明で交換以外の解決法なし、困る。その翌日やっとお守りを買いに行くことができ、毎年頼んでいる木札を受け取る際にお寺の人と話した時に判明したのですが、私が送った身代わりのお守りのお守りの中身が砕けていたそうです。守ってくれてんじゃん。でもやばそういうことだよね。そういうことだね。外傷は全くなくお寺の人もちょっと悩んだようです。怖っと思いました。その時は特に実害のあるものは起きてないのでまあいっかと思ってます。なんで軽いのそんな。軽いんだよさっきから。パンクしてんのもさ、場合によっちゃ事故になるよね。そうだね。でも気づけてるからまあいっかなんでね。これはだから本当分からない傷とかだったら困るけど、バーストしてるぐらいだからもう気づけるから大丈夫。本当にそうだよね。バーストって結構やばいよな。そうだね。しかもほぼ新品でしょ。ねえ、10月だから全然経ってないよ。そうだね。長くなりましたが最後私の仕事についてお話しますね。はいはい。私の仕事はお墓関係で、年間通してほぼ毎日のように墓地にいます。建てたり解体したり埋葬したり取り出したり、何かを砕いて粉にしたり、何かを水で洗って乾かしている横で昼寝したりと、そんな仕事です。私はこの仕事を、始める際一人暮らしを始めました。そっからってことか。なるほど。以上となりますがここで質問です。はい。私は特に気にしてないので変わらず生活してますが、三人称の皆様なら今後どういった改善方法を考えますか。お三方に言われれば何か納得できそうな気がしたのでお知恵をお貸しいただければと思います、ということでございます。なるほど。なるほどな。まあそうね、まあうまく付き合っていく。基本的にまあ実害、そうだな、健康面での実害はないって感じか今のところはね。まあ一個考えられるのは偶然かな。偶然はある。偶然いろいろなことが起きて、まあでも12年間偶然。でも確実に言えるのはお守りが見事に働いてるっていうことだよね。お守りだからもっと買えってことだよね。ね、まあお守り、そうね。だからこれを例えば、心霊現象とか、あるいは何だろうな、そういう例えばお墓のね関係で何かついてきちゃった、悪霊だみたいな話で考えるなら、お守りが本当に役に立ってるし、ひょっとしたら魔除けっていうのもすごく効果を発揮してる可能性があるから、もっと、まあ、買い続けるお守りを買い続けるのが良いと思うし、ない期間を設けないってことだよね。そうですね。っていうのが今いいのかなとは思う。今んとこはまだ大丈夫だけど、今後ね、だから、どうだろう。でも今後でもさ、そんなの分からないじゃん。やっぱり今はもうまあいいかで終わってるけど、急にね、まあいいかじゃ済まない何かが起こるって絶対、まあね、絶対じゃないけど、まあ、どうなんだろうな。でも12年間そこまでのことが今までなかったわけでしょ。やっぱなんか、あでも どうなんだろう。なんとかはね、ないって話だね。すごいオーラにまとってるとかっていうわけでもないもんね。だから戸田的にこれ以上別に特に気になってないのであれば、あんま気にしてないよね。このメールの書き方だとね、全然気にしないっぽいから、そのまんまでいいんだったら、まあ、今のところそこまで変わらず、まあちょっとこうもうちょっとこう増やすとかなんか程度で乗り切れるとは思うけど、根本的になんどうにかしたいっていうんだったらね、だってなんかそうだね、それこそお祓いだのなんだのか、まああるだろうから、ちょっと職場も考えたりとかっていうのもあるかもしんないし ね、場合によっては、ね、仕事を変えるとか、だって仕事
をそれにした時から始まってるんでしょっていう、まあね、まあ、タイミングがね、タイミングね、そうな、そういうふうに今読めるけど、うんうん、まあいっかと思えてるうちは良さそうだよね。そうね、そう、ただ今はさ、この戸田多分一人暮らしなわけじゃん、うん、これがだから例えばね、誰かいい人、まあ、いい人が生きてるか死んでるか分かんないけど、うん、いい人が見つかった時にその人もなんか名前を呼ばれたりだとか、うん、なんか肩を叩かれるとかがもしあるだったら、そこがポイントかもしれないね。そうね、だからあるよりも前に手を打った方がいいのかな、うん、今は一人だからまあいっかだけど、うん、そうだね、そこかな、自分一人ならまあいいかでね済ませられるかもしれないけど、そうじゃなかった時にどうなのかっていうのがちょっと、全然その人は感じないケースもあるわけじゃん、うん、可能性としては。そういう場合はひょっとしたら戸田自身の何かっていう可能性も、いやでもちょっと不利だよね、もしお付き合いするとかいいなって思った人に、うん、そうだね、言うタイミングがあるじゃん、あのちょっと心霊的なものあるかもしれないみたいなさ、ちょっと名前呼ばれたりとかあるんだけど、うん、なんかいいよね、うん、みたいな、肩に肩触られても大丈夫みたいな、肩叩かれると思うけど俺じゃないからそ, う、ね、それ俺じゃないからねって、うん、あらかじめ伝えとかなきゃいけないから、ちょっと人を選ぶ可能性がね、そうだね、ちょっとそれがだから、だから今はない問題に今後ぶつかる可能性があるから、そこかな。だからそれをどうしたいかだよね。その今後あるかもしれないことに対して対策を取るべきなのか、まあ普通通りに行くのか。うん、だよね。うん、それでも OK な人を見つけるのか、そこなのかな。だから、今後もまあ特に予定はないです。一人で。うん、スッパだったらまあまあまあ今のまんまでもここまでの大きなこう被害、肉体的被害がないから、まあ、うん、パートナーを見つけたいのであればもしかしたら変わる、変わった方がいいかもしれない。そうだね、今のところその例がパートナーになっちゃってるから。そうだね、うんうんうん、2人いるからね。でもさ、バーストが起きたの、パンク、バーストしたって感じ、ね、バーストしたってことは走ってたってことだよね。だから最中ってことだよね。マジでやばいね。ああ、そうなのかな。それマジでやばいよな。気づいたらパンクしましたじゃなくて、バーストしてたらちょっとだから怖いなとは思って。乗ってる時なのかはちょっとわかんないけど、まあそこの書き方とどうなんだろうな。バーストって言い方なら、うん、走行中のことのはずだから、うん、ちょっと悪意感じるよね。うん、かなりやばいよね。でもそれがさ、例えばこれの現象だけはいたずらっていう可能性もあるじゃん。ああ、そのバーストに関しては、そう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 、ああ、その心霊的なものじゃない、この人はたまたまそういう心霊的なものが重なってる上に、うん、乗っかってる可能性ね。普通にそう、人がいたずらでっていう可能性もあるから、まあ、ちょっと何が原因なのか分かんないけど、ただ、うん、本当に確かにドンさんの言う通り、走行中だったらちょっと怖い、マジで危ないと思う、うん、うん、そこはちょっと気になったとこだったな。そうだね、うん、お守りタイヤ、お守りをタイヤの中にお守りタイヤにする必要はある。車にもお守りやったらいけんのかな。どうなんだろう。でも運転中にさ、ちぎれて取れたらもうそれ以上アクセル踏むの怖えけどな。でもその時にだから、ちぎれたってことはその時に守ってくれた、そうね、可能性もあるからね。そうだね、本当はだからこのタイミングでなんかあったんだけど、お守りがちぎれたから大丈夫だったみたいな、うん、その見た瞬間ちぎれたってのも怖いしさ、そうだね、なんなんだ、見た瞬間にちぎれたのは怖いな。いや、それはだってそういうことの、ね、完全にちぎろうとしてるじゃん、ね、こっち見るかな、こっち見るかなってやつってさ、お見た、それ毎回になれねえもんな、うん、ちぎれたら見ちゃったら。でもだからこれ毎回でいけるから、多分こんないろんなことがあっても、そうだよね、まあ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 、うん、まあ大丈夫かってなってると思うんだよね。そう、そこまで来てんだろうな。で普通だったらもうなんかやばいってなってさ、そう、何かしらの対策を講じるじゃない、うん、行くもん絶対、うん、だからお前がマイカって乗ってるから調子乗られてる可能性もあるから、ね、可能性あるぞ。だからここまでなら許してくれるっていうのがある、うん、みんなみんなこいつさみたいな、いけるいけるみたいな、うん、バーストいけるいけるっつってやられてるんだって。いや、バースト走ってやめた方がいいじゃん、いや
いけるいけるいける、見とけ見とけみたいな、行くぞ行くぞ、チキンレースされてんじゃん、どこまでならこいつ大丈夫かみたいな、ギリギリとかみたいななってる可能性もあるから、ハンドル取られてたぞみたいなね、そう、なんかちょっとなんかこう姿勢を正すんじゃないけど、例のお前そんなことやってっと払うぞみたいな姿勢もちょっと取っといた方がいいのかもしれない。いいのかもしれないですね。除霊しちゃうけどいいんですかみたいな。ちょっと時々だからなんか名前呼ばれたら除霊って言ってみ。今呼んだやつ除霊すっかーみたいな、ちょっと脅すのもたまには。触られてもそうだよね。やり返してもいいと思う。バーストされてるならね。そうだね。うん。命に関わるからマジで。そう。霊もバーストすんのかなみたいな感じで。塩持ちながら。そう。ちょっと試してみっかなみたいなやって、見せる姿勢もひょっとしたらありだと思いますよ。しんないね。まあちょっと気をつけてください。まあいろいろ。いや気をつけてください。そうね。これはちょっと。どっちにしろくださいな。うん。動かないとダメかもしれませんね。そうですね。じゃ。次でその普通のお便りラストにしようかな。はいはい、ポンデロンさん、男性の方。はいはい、ドンさん、ペサテトさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。小学校の頃放送クラブで機材の間に頭が挟まって昼休みの放送ができなかったポンです。知らねえよ、なんだその話。そんなエピソードよ。なんだこのエピソード。早速相談なのですが、はい、私には6年近く一緒にゲームをする仲のいいグループがあります。みんないい年齢なので地元の特産品を送り合ったりオフ会をしたりする仲です。いいね。しかし怖い話ですよ。え、また最近始めたオーバーウォッチ2からギクシャクし始めました。あら、オーバーウォッチ2になってる。オーバーウォッチ2、まず50代の校長先生のような温厚で優しいメンバーが、うん、ヒールヒールってうるせんだよ、ふざけんなと。おー、怖っ。ヒールプリーズ。ヒールプリーズされすぎたか。プライベート待ち中になぜか全く関係ない位置にいた30代女性メンバーにブチ切れ、あ、女性メンバーは泣き出し、一緒にプレイをしていた30代の旦那が切れた50代にブチ切れ。あ、旦那さんなんだ。カオスなプライベートマッチになりました。いやー、うわー、怖。もともと50代の人は FPS ゲームを全くやっていなく、こちらもそれを考慮して誘わないでいたのですが、やはりみんなとやりたかったのかゲームをダウンロードしプレイをしていました。うん、なるほどね。私自身は10代から、ハンゲームのスペシャルフォースから始まる。おお、うん、ハンゲームのスペシャルフォースってあったね。 FPS ね、やったことに。あ、 FPS であったんだ。あったね、スペシャルフォースあった。どういうゲームかちょっと考えてるんですね。まあなんかアバみたいなもんで。あ、そうだね。あ、もうサービスは終わってるんだ。うん。ああ、なるほどなるほどなるほど。懐かしいな、スペシャルフォース。それから今まで Apex など FPS をやり続けたので、ああ、久々に FPS で切れる人見たなーくらいに思ってました。ああ。一応6年という長い間ゲームをやってきたメンバーなので仲裁に入ろうと思いましたが、うん。一度ゲームでしかも仲間に切れてしまうと修復はできず、50代校長先生には脱退してもらうという形になりました。あらららら ら, ら、しゃあないね。まあしゃあないよ、うん。話し合いの席もみんないい年齢なので40代口数の少ないクールなおじさんが意見などを取りまとめスムーズに終わりました。2週間後プライベートマッチ中、事件が起こりました。あれ、私がウィドーメーカーといういわゆるスナイパーのね、遠距離から狙い撃つ、うん、そういうスナイパーを使い、うん、その話し合いを取りまとめていた40代メンバーの頭をぶち抜くと、うん、はすまんない、そのキャラやめてくださいときつめに言われ、その人がタンクをやったりして、まあ、いわゆるあた相手の攻撃を一身に受ける、うん、で頑張って生存するっていうね、そういうタイプのキャラを使ったりした時に、うん、やられちゃったりするものなら30代女性メンバーにマーシーっていうねヒールのキャラクターになって、私だけにずっとヒールしててくださいと。そっち、そう、なるほどな。キャラ指定までしてくる始末になってしまいました。さすが闇のゲームとも言われるオーバーウォッチ、私はみんなと楽しく笑いながらゲームがしたいだけです。そんなことがあり、私の引き金は重くなり軽いイップスに陥り
FPS のいくつ。スナイパー専門でやってきた私 の、まあ、その重心はね曲がってしまい、うん、ランクまでも弾が当たらずボロボロになってしまいました。あら、うん、10代の頃はそんなことを気にしてゲームをしてこなかったのですが、30代と年を取り丸くなったのか、その40歳ぐらいのね人の機嫌を気にしてゲームするようになってしまいました。あ、めんどくさ、めんどくさ。私はこのグループが好きなので抜けたくはないのですが、うん、今は一緒にゲームをしても楽しくなくグループを抜けようかなと悩んでいます、うん、私はどうしたらいいのでしょうか。何がいけなかったのでしょうか。やはりオーバーウォッチを手を出したのが間違いだったのでしょうか。お三人の意見をお聞かせくださいということで、まあ、怖い話から怖い話がね続いてますけど、ね、これ怖いね、怖いですね。まあ、確かにオーバーウォッチが悪いっていうわけじゃないけど、オーバーウォッチとか、まあ、あるいはリーグオブレジェンツっていうね、うん、ゲームとか、いわゆる役割があるゲームっていうのは結構そうね、こういう話を聞きがちかな、うん、聞きがちだね、うん、結構そうなんだね。役割によっては自分がやってる分他の人もちゃんと役割をこなしてもらわないと、うん、自分だけがやられちゃうみたいなところがあったりする。ちょっと分かりやすいからね。そうなんだよね、なんでここやってないんですかみたいな。そうで責任を転嫁しやすかったりもするしやすいですね。ただその代わりその連携がうまくいった時めちゃめちゃ嬉しいし楽しいんだよね、うん、それで勝った時に そういう違いがあるか ら、ね、から喜ぶ、結構真剣にやればやるほど喜ぶ反面きついこともそうね、熱くなりがちよね、オーバーウォッチとかそうする系のゲームで、だからそれに結構よく引き合いに出されるのがオーバーウォッチとかリーグオブレジェンスとかそういう、はいはいはい、ゲームなんだけど、役職が決まってるね系のゲームで、闇のゲームってよく言われてるけど、闇のゲームとは言われますね。でもそれプライベートマッチって言ってた、プラベって言ってるから、プラベでしょ、やばいね、やばいよね。まあだから多分なんだろうな、結構 重め今までやってこなかった部分、そういうところがよりこう、真剣になりがちというか、より負けたくないみたいな。そうね、まあそのコミュニティだからこその何かがあるのかな、やっぱこのメンツでは負けていかないみたいな、なのかもしれない。いやなんか話聞いてランクマならさ、まあよくあるじゃんそういうのね。そうね、うん、でもプラベでかと思って。うちらの場合 ねプラベとかだと結構カジュアル、よりカジュアルというか、なんかウェーイみたいな感じでね、なったりするけど、ひょっとしたらちょっと違うね、そういうことではなさそう。どちらかというとそのカスタムマッチみたいな感じの印象で、身内だけど大会みたいな、そんなイメージでやっちゃってるのかもしれないし。そうだね、逆にちょっと身内にやられるとなんかやだみたいな感じになっちゃってるのかな。まあどんぐらいのその例えばその最初のさ、ヒールヒールってうるせえって言ってた50代の校長先生がどのぐらいでヒールを要求されてたのか分かんないから、確かにね、見てないからな、結構きつめに言われてたかもしれないし、ね、爆発しちゃうぐらい、うん、ヒール足んないなとかさ、ね、ちょっとボソッと言われたらなんか自分の責任だって思っちゃうかもしれない、うん、結構うんしてんじゃんみたいな。そうヒール側もさ、ね、そんな前出たらヒールできないよみたいなさ、いやあるのもある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 。俺が結構ヒールでさ、オーバーウォッチやってた時はさ、うん、パンクに結構なんか回復回復って言われるけど、いやここまで行かれると無理だけどな、思ったし結構あったから、うん、あるあるある。原因はね結構重なって重なって積もって積もってっていうのは分かんないんだよね。タンク側もだからそんなに出てるつもりじゃなかったけど後ろが下がってたっていうのも分かんないみたいな、分かんないね。いやそうここまで出ちゃったら回復もらえないんだっていうのもタンクはねちょっと分かりにくいというか、刻々とさラインが変わってるじゃん、変わってるんだよね。そうなんだ、難しいんだよ、めちゃめちゃ難しいんだよ、ね、いやだからマジで原因分からんだよ、ね、そうなんだよね。なんかだからタンクしてダメージいってるからその分やってくれとかっていう側もいれば、うん、いやいや今ちょっと一人になってるよとかっていう後ろからの見解もあり、そうなんですよ、そうなんですよ。それぞれの役割をちょっと理解してないと難しいんだよね本当に、うん、そうね。だからでも俺これこういうケースで壊れてったグループいっぱいあると思うわ。いやあると思う、あると思う、あるでしょう、うん。今まではだから全然そういうことやってなかったけど、うん、で他の FPS ではなかったけどオーバーウォッチとかそういうようなこう戦略性に富んだ、うん、ゲームをやってしまったがために、うん、ちょっとギクシャクしましたみたいなので、はいはいはい、
このポンデロンさんだけではないだろう。いっぱいありそうだよね。ガチでやったらなおさらよ。いやそうだね。でしかもやっぱ時代が変わって今ってもう配信見れば上手い人たちいっぱいいるから、うん、目も超えてるのよ、うんうんうん、確実に。そうだね、うん、だからそうやるのが普通だみたいなね。そう、うん、そういう風になっちゃってる可能性は高いし、で自分もそのつもりで自分もできるみたいな感じでやっちゃって、こういう風にやってたなみたいな感じでやってるけど実はそれ間違ってるみたいなパターンも全然ありそうだし。そうだね、うん、いやそうか。いや一回違うゲームいっとこう。それがいいと思うな。そう、ね、でも好きでみんなやってるだろうからな。まあでもポンデロンさんはそのゲームの時には参加しないとか、うん、してバランスを取ってった方がいいとは思う。そのままだと多分巻き込まれて本当ゲームとか嫌になっちゃうから、うん、おばをやる時は自分一人で やりますみたいな、うんうん、一緒やってるわけじゃないしね多分。そう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 、なんか面白いゲームが出たらやっぱりそっちに行ったりするし、うん、だろうし、ある程度自分の中で自分のこれのゲームは一人でやるとかこのゲームはみんなでやりたいとかそういうのを作ってった方がいいと、うん、そうだね。うちらもね別にその全部のゲームを全部みんなでやってるわけじゃなくて、うん、このゲームは一人でやろうとかで一人でやったりするの結構俺もやらないゲームあるしね、うん、いやまあだってペイさんなんてかたくなにタルコフとかやらないからね。タルコフもやらなければ俺ロールだって数年かたくなにやんなかったからね。これはもうペイさんの中でペイさんこれは苦手だからっていうので、うんうん、あってだからうちらも誘わないし、うん、もう誘わなくなったもんね、うん、そういう感じでこうやってって自分の心のバランスを取っていくのがいいと思う。そうだね。だまたね、うん、やりたいと思った時にやってくれればいいだけで、うん、そう、ね、別に無理にはそんな。ドンさんも最初はエイペックスは固くない。そうそうそう固くなったからね。そうだね固くなにやんなかったから、うん、俺はいいですっつって、うん、いいですっつったもんね。ドンさんしかやってないけど、うん、そうなんだ。やっぱだから変わる瞬間がある。やってるけどでもそこまでねやってないから。そうだね。そういうもんだよな、うん、そういうもんだから。そういうもん、まあ、仲間だけどやるゲームはこれはやったり、うん、これはやんなかったりっていう風に線引きをしていくのがまあ正解だとは思います。崩壊してそうで怖いわ。じゃあちょっと僕やらないんでっつって他の人でやっててうんあれなんかすごい空気になってるみたいな。でもなんかそうねだから難しいとこだよな。そういうコミュニティに属してる時に、うん、そのさまあこのコミュニティを大事にしたいって思うなら、うん、その自分の気持ちを正直に言うべきなのかそれとも隠しながらこう自分でゲームを選んでやっていくのがいいのか どっちがいいんだろうね。むずいよな。いやこのコミュニティはさ年上もいたりするからさ多分、うんうんうん、なかなかその言いづらい場面もだよ、ね、あると思う、ね、多分言いづらいよな、うん、すげえ難しいよな、うんまあ、でもうちょっと僕カジュアルにやりたいんでとかその程度のことは言ってもいいかなと思うけど、うんうんまあ、なんかしらの理由ないとそういう流れにならないだろうし、ねうん、かなうん他のゲームで参加もしづらくなるよね。なんか変な理由で言っちゃったりすると、あそうそうそう下手にね話しちゃうと、じゃないと来るんだみたいになるから、そう、うん、難しいとこだよね、うんうんうん。なんかだからその辺は分かるようにしとかないと。自分だったらどうだろうと思ったらもうキュッてなっちゃうわ心が。やだよね。なんかその、うん、その人の違う一面見ちゃったってことだもんね。そうだね。校長先生みたいに、こんな優しかった校長先生が。変だよ変なヒールでぶち切れるもんだね。まだそれだけ熱くなれるゲームでもあるということで、まあそうですね。お願いします。といったところで本日はここまでしましょう。はい、はい、動画見てる方下の方にあります番組説明概要欄すべてのお便りはこちらというところからメール送れますのでぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。特に何かがあるわけではございませんよね。はい、大丈夫です。はい、それでは三人称雑談第436回は以上となります。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。バ